www.videonews.com 今日は2023年の9月の29日の金曜日ですねこれが1173回目の丸劇で、まあ、29日の金曜日ということは5回目の金曜日なので、えー、いつ以来だろう、えー、また久々の五金と、まあえー、ご存じの方も多いでしょうけれども、えー、と5回金曜日がある時はご、まあ、金と称してちょっと普段ややらないような あのまあ、どっちかというとこっちの好き勝手な企画っていう感じですけどもねを、えーまあ、お送りしてそれをまあ無料で放送するということをもういつの間にかというか最初からそういうのやってたらもうそれはあの完全な既成事実化してますので、はい、あの簡単には変えられなくなってしまったなという感じ言えますけど、うん、あの評判がとてもいいですよね。うんでまあ、それなぜかとというとあの世の中の中、うんうん 自治的な問題に差して惑わされず一貫したえま、価値観や世界観のパッケージを示す示せるからですよね。で、時事的な問題は非常に重要なんだけど、それをただ、あのフォローアップして解釈しようとするっていう態度だけだと、残念ながらあの主体性を失うということにもなりかな、この中に振り回されちゃうん、ね、ですね。うんうんうん えっとねまあ、今日はだから、えー、メインはちょっとまあ映画をまあ宮根さんとやろうということで映画の方を後の後まあとでお伝えします一応まあ扱うやつだけ最初にご紹介しておくと、えー、こういうようなラインナップにまなります、まあ、なんか聞いたことあるなっていうものもいくつかあるかもしれないですけども、えーまあ、今回取り上げる映画および、まあ、一番下のこれドラマですけどもね、まあ、ド,ラドラマはこんなふうになりますで、まあ,あと,、えー、と冒頭でね とはいえちょっとこれ今9月の末なんでちょっと2つほどまあ1つはねこれここに置いてまして私もちょっと寝不足なんですけれどもまあ今日え日本時間で午前4時からまあラグビーのサモア戦というのがありましてねでこれに見事勝ちましたので日本はあの来週の日曜日10月8日のこれは夜8時からいい時間帯なんですけどねアルゼンチンチに勝てば、まあ えー、決勝ラウンド進出がかかる、まあ、あの大一番を迎えると。でね僕よ,よそでラグビーの話ちょっといろんなところでしてるんだけどあのやっぱりラグビーすごい難しいってみんなあの見たいけど盛り上がってるのも分かるしでもなんかちょちゃ分からないっていうんでね一つだけ今平さんも含めてラグビーを見る上であのラグビージャーナリストたちがなぜかこれを絶対教えてくれないでもこれを知れば。 あラグビーってそういういこととなんだと、うん、分かるの1つだけもうラグビーの基本中の基本なんだけどなぜか教えてくれない話だけ1個だけしますね,あのねこれよくラグビーの時に使う図なんですけどこれよくあの人人ぐちゃぐちゃって人が折り重なってる状態、うん、まあこれボールが下にある状態をラック浮いてる状態はモールって言うんですけどねあとスクラムなんかもこういうふうになってますよね,でね。こっちがディフェンスで ディフェンスっていうのはここまで出ていいこの一番後ろまで出ていいんですディフェンスがね。でラグビーってご存じのようにパスってあのに前に出したし,てし,てしないだから攻撃する方はこういうラインを敷かないとパスを、まあ、まあできれば真横ぐらいにパスしていきたいけど、まあ、真横よりちょっと後ろめにパスしていくとこういうラインになるんですよね。でボールが出た瞬間にこっちはディフェンスは前に出てくる、うん、オフェンスは前に出ながらパスしてパスしたりして突っ込んだりして。うん っていいうのがラグビーじゃないですかで簡単に言えばこっちの相手のゴールまでボールを運ぶのが運ぶいう、まあ、陣取り合戦なんですラグビーの基本はね。でラグビーでね一番大事なことこれ知らないとね何見せられるのか分かんないんですよ。このねブレイクダウンこれスクラムとかモールこの、まあ、簡単に言えばこの真ん中の線ですね <laughs> 曲がっちゃった、うん、大丈夫はい、うん、これをね真ん中の線をゲインラインって言って 実は何を何の攻防をしているかというとこの線を攻撃する側が毎回の攻撃で一個の攻撃で超えられるかどうかが実は争われているんですよアメリカンフットボールリーではこれがそのファーストダウンケースで何でかっていうとラグビーって例えばこの人がこの辺で捕まるとするじゃないですか例えばこの辺で捕まるとするじゃないですかこの辺でゲンの後ろでそうするとねこのフォワードの選手たちこのここに入っている選手たちっていうのはこのままここの密集に参加できないんですこのまま。 こういうふうに回り込んで参加しなきゃいけないなのにディフェンスの選手はこのまままっすぐここに入入れるわけですよそうすると全然敵の方が有利になるじゃないですかそれがわずかでもここをゲイン超えればこの選手たちはそのまま前に入っていけるディフェンスの選手は今度回り込んで入らなきゃいけないそうすると結局連続攻撃するためにはこのゲインラインを突破できるかどうかを毎回そのためにぶつかり合ったり パスしてあのデでゲインラインを突破できないとボールを失って敵ボールになったりするっていうのが実はラグビーなんです。でそれを繰り返していくうちに、まあ、この赤い方がここまでボールを持ってこれるかどうか争われてるんだけどでラグビー始めると中学生とか僕中1からやってますけどねまずゲインラインを突破するのがラグビーなんでどて教わるんだけどなぜかその話ってテレビとか見てても。 絶対出てこなななないいんんんんんですすよなんかいろんな話みんなするんだけどラグビーについてラ,インは,ラグビーはこのゲインラインを突破してフォワード,、まあまあ、フォワードに限らないんだけどその選手を前に出すことによって連続攻撃が可能になるスポーツなんですということを見ていただくとだからぶつかり合ってわずかでも押し込むかどうかっていうのがすごく大事になるっていうねことなんですがもう一つ言っておくと日本はラグビーについて言えば、まあ、日本人というのは。 肉体的な大きささや強さでは劣っているだけど敏捷性と手先の器用さそれから非常にこう統率が取れた動きができるこれもしかするとあの日本軍とかもそうだったかもしれないですけどね統率の取れた動きができるっていうのが日本の強さでその代わりに肉体的には肉弾戦だけでやると負けるんですね。で結局だかからそれは早くボールを動かして 手先器用なのでパスとかをパッパッパッとつないでいくことによって相手チームよりも相手チームをこう揺さぶる攻撃ができるかどうかっていうのが実はラグビーのまあ結局その、えー、まあ一つは体力的に踊っているところをラグビーは柳さんに言ったかもしれないけど国籍制じゃなくてそこの地域で。 3年以上今度5年に延長されましたけどプレイしていればその国の代表になれるっていう仕組みになってまあ、あれです <laughs> あのイギリスが植民地を世界中に持っていてそのイギリス人がその国の代表になれないとイギリスに戻ってきて代表になるっていうのはそれこそ船,の船で移動しなきゃいけない時代とかは無理なので,でそれでオーストラリア代表になったりイギリス国籍だけどオーストラリア代表になったり。 あのえー、ニュージーランド代表になったりすることが可能にしたっていうのがもともとの歴史なんだけどまあだから日本であの日本でプレーしている外国人だけきゃなんですよね外国人をただれあのプレーさせるっていうことはできないんだけど、まあ、だからそこでその、まあ、パーあの肉体的に踊っている部分を、まあ、外国人の助けを借りて少し強化するそれでもやっぱりまだ全然そのパワーでは足りないので結局今言ったら貧性と 手先の強さっていうのを使って相手を揺さぶるラグビーができるかどうかそれ,、まあ、それとあとそ,の結それでも結局はゲインラインを突破しないとダメなんだっていうね,ますね、うん、格闘技は体力的に劣る場合には、うん、あの相手に対して。 その相手は相対的に鈍牛状態でこちらは敏昌な猛筋という形で動いてね速い動きと、うん、え相手をそのパンチなりキックなりをかわすということですよね、うんまあ、そ,それをフィールドの中で今やってるっていうことなので、うん、あの目に見えない線がここにあってそこを巡る攻防を実はラグビーってやってるんですよっていうことだったらね、うん、そのゲインラインがそのファーストダウン線が書いてあるからね。 のに対してどうしてラグビーを説明する人たちが原因ラインを強調しないんです。それはね、うん、まあ一つは目に見えないものだからっていうこともあるのと、うん、あともちろん下がったら必ずボールが取られるってわけではないんですね。うん、ね下がってもこの人たちが頑張って早く早く戻れば、うん、こっちの方が距離が長くなっちゃいますけどまっすぐ来るのに比べて、うん、でも。 まあその頑張って早く変えれば多少ゲインラインを手前で捕まってもまたボールを獲得して連続攻撃ができるかもしれないでもそれを繰り返したらどんんんんどんどどん下がるわけですよねやっぱりどっかでゲインラインを突破してそこからまた連続攻撃しなきゃいけないということなんですがあのそこまで確たるものではないわけですよアメリカンフットボールは10ヤード行かなければファーストダウンにならない。 4回で点やウ原ゲインできなければ攻撃権を失いますっていうふうになってるけどラグビーは例えば2回3回ゲインラインを突破できなかったとしてもまだボールの、まあ、ポゼッションって言い方をするんですけどねボールをその保有していれば、えー、連続攻撃は可能は可能なんですでもその分フォワードの走る距離も長くなるじゃないですかだからスタミナの消耗が多くなるわけそれは。やっぱりゲインラインを突破してその前に出さなきゃいけないフォワードをっていうのがラグビーの基本なので。 でもそうやっぱりねラグビーってなんかもうちょっとこう説明するテレビとかで説明するときはまあいきなりなんかパスが前にできませんとかそういうレベルのルールとかねトライだと5点ですとかそういうレベルの話かあとはやっぱりなんかこうキックがあのキッカーとかって絵が止まってて見えるからよく見えるじゃないですか五郎丸がすごい人気出たのはそのせいですけどもねえとかあとボール持って走ってトライするシーンとかってかっこいいですよね。ででもその前のこの前こ繰繰り返し繰り返返ししゲインラインをゲインラインを巡る攻防で 連続攻撃を仕掛けてで、最後の最後まあトライなんですよ。でもなぜかやっぱりメディアっていうのはトライシーンばっかやるわけね。トライシーンってもうあれですよ。あの料理、最後運んでくれる人みたいなもんですよ。たまたま自分にそれがあってきたと、その前にもう仕込みがあって仕入れがあって料理してもうありとあらゆることをやってで最後どうぞっていう時の。そのどうぞの人がメディア。ではまあ特にテレビとかのレベルだとすごく。 あの強調されちゃうんですねでもちょっとそれにはそぐわないところがあるラグビーってスポーツはというのはトライした場合に最後にボールを置いた人の、まあ、ちょっと貢献度っていうふうにもし仮に数字出せるとすればね、まあ、よっぽど敵を蹴散らして走,走った場合は別ですけどそうじゃなければ最後にボールを置いた人の貢献度っってずっと低いんですよ、うん、そこの手前,、ま、手前の,そのプロセスの方が90、まあ、95%で最後。うん あの最後のボールトライした人は、まあ、よく落とさないでボールをちゃんと置けましたみたいなところがあって貢献度率というの5%ぐらいなのねでもその5%ぐらいの人をすごいクローズアップするから、えー、逆に言うとそれはラグビーの面白さつまりこの、えー、原因ラインを巡る攻防ですよねそれもね格闘技によく似ていて、うん、僕の中学の時にねあの、まあ、小党館っていうね中国憲法に非常に近い沖縄カらンダーの、うんまあ、師範に習った。 その時に、まあ、極真会当時ですねガチンコカラテは彼らしかやってなかったけれども、うん、やっぱりスピードと筋力これが強さの全てだというふうにみんなは思うとでそれはなぜかっていうと目に見えるからなんですよわ、ねうん、かりやすいのに言っちゃうんだよね。ところが沖縄カラテの中国憲法よりあるいは中国憲法の達人ってみんなもう6070なんですよね。で実際にその師範が来た時は60歳でいらっしゃったんだけど。 じゃあみんなかかってらっしゃいということでまあ10人15人でかかっても指一本触れることができない。充実なんかもそういう人いますよね。そうなんですよ。ね、全く触れることができないんですよね。じゃあもうしょうがないからいみたいな武器を持ちたまえって言ってですね、その木刀やしないをうたされて<ー>なんとかこう少なくともタッチはしたいと思うんだけどもう全然触ることもできないんですよね,ね。まあ先生からは多分師範からはみんなの動きがスローモーションに見えるんでしょうね。そうなんですよね。かだからその部分。うん 今おっしゃった部分はやっぱり目に見えないんですよね。うん、で、そうするとラグビーと同じでじゃあ攻撃とは本質的に何なのかっていうことが、うん、あの皆はやはり勘違いをしているのだっていうのがその指ハのおっしゃったことですよね。あと、うん、もしかしたら今日のテーマにちょっと関係するかもしれないけどね。うん、その目に見えるものって実際にまあ動き始めてからは誰でも目に見えますよね。うん、でも動き始める前にこれは言い方によ人によっては言い方がまあ気の気の動きだとか。 あるいは呼吸だとかっていうのがあるんだけども、もどう動くかってことが動く前に見えている人たちっていうのがいるじゃないですか。まあ微妙な筋肉の緊張とかも含めてなんだろうけど、だからいざ動いたときに反応したんじゃ、まあ多少敏銳さに触わるとしても、多分触れないってところまで行けないんですよね。でももう動き出す前にどう動くか見えてれば、それはまあ触れないわな確かに、うん。だからそれはね、そのゲームで言うとあの双方が。 想定しているプラットフォームの次元が違うっていうことだと僕は思うんですね。すねあの僕システマっていうね、まあロシア発の武道にすごく関心があって、えー、まあちょっと市販の方と連,連絡を取り合ったりしてるんですが、うん、あの普通僕たちね、格闘技をやってる人たちはあのまあついたり蹴られたりしてでビドウにしないっていうためには筋力を鍛えるんですね。腹筋鍛えると。 ものすごい勢いで叩かれても全くダメージを受けない全くダメージを受けないということになるんだけれどあのシステマは一切腹筋をつけることでプロテクトするっていうやり方をしないんですよね。ででもそういうのを見るとこれは体幹あるいは軸をずらすのかな中国憲法と同じかなあのその師範にねじゃあ私は止まっているから私をつきなさい でついても彼は脇の下に入っちゃうんですよ。うん、ね。で、それほんの少しずらすだけで。よ病気ますよね。<は>体を縦にするだけで避けちゃう人とかいますよね。そうなんですよね。かねだからそういうことで、なんかそういうシステムもそういうことなのかなとかって思ってみますが、あのよくわからないことについて僕たちやっぱり名前をつけるので、気、うん、とかでね、その要するに <laughs> あのちょっと神秘的な名前をあの、まあ、ラベルをつけて。 一応分かった気になるっていうふうにするんですよねで、実際に気の本質っていうのはあの、まあ、サイエンス的に言うとまだよく分かってなくて分かってないですよねいろんな説があるち知、ま、って言いますけどね,ね英語ではね、うん、まあエネルギーなんて言い方は英語だとするけど、うん、なんか随分違うなとエネルギーっていうとなんか、うん、あの再生可能エネルギーのエネルギーと同じ、ね、言葉になっちゃうからう、ね、誤解されやすいんで気は力とはちょっと違うんですよね あの流れですねねむしろ、ね、そうだって「殺気」とか言うじゃないですか、うん、やっぱり人が入ってきたように殺が「殺気」「殺気」だってるかどうかとかっていうのを感じられるかどうかとかねあとはやっぱ「居イ道」なんかではさ逆に言うと向こうが次の動きを力読むからそれもまたフェイントだったりするっていうもうわけわかんないそのなんていうんですか駆け引きが体が動実際動く前に行われてたりするんで動いたところだけ見てると。 何今のよう。<ー>ね、何今のみたいになっちゃうけど、僕の父方祖父は、居合道九段でした<ー>。まあ、まあ、明神教だったんですけど。うん、まあ、本当にあの、居合道って。うん、要するに、刀を抜かないで終わっちゃうってことが。うんうんうん なんかまあ、見てると微動だにしないとだからそうすると見てる人からするとさ <laughs> 何を何かふざけたことやってんだみたいにしか見えないんだけどでも実際に読み合いだから、うん、そのよ相手がこう読むっていうこともまた、うん、その想定してフェイントかけたりしてるっていうのは、うんうん、もう目ではわからないですよね実際にね。でも何かの、うん、まあ科学的な意味で言うと何かの情報のやり取りがあって、うん、何かやろうってう。 と思っっったた瞬間に読まれたって分かっちゃうんですね、うん、だからその動きはもうできない、うん、あこれも読まれたあれも読まれたそれと固まった状態になっっちゃうってことですそう。最後に自分としては切り,切りかかりたくない方法で切りかからせられてる場合があるってことで、ねうんね、ほとんどその道を塞がれてたんでしょうがなしにそういうふうになって結局それで切られちゃうみたいなね、うんうん、まあちょっとラグビーの話はそれなんだけどでもね是非そこ見てみてください。そのゲインラインを巡る 攻防という形でワンプレイワンプレイを見ると実はラグビーって面白くてやっぱりラグビーって結局その最後はどつき合いなんでね、うん、その肉弾戦の部分っていうのは楽しめるようになると、うん、ラグビーの楽しさっていうのがあの倍増するというか10倍面白くなると思いますので,、うんうん、で目に見えないゲインラインをめぐって一歩でも前に出ようとしてるっていうのがね あのありとあらゆるる練習をそのためにやってきてきい,いうことなんでそれはぜひ、ね、この真ん中のラインをこうゲインラインと言います。でここの一番後ろの線をオフサイドラインここ,ここよりも後ろにディフェンスが下がっていなきゃいけないオフサイドラインでこれをこの真ん中の線をゲインラインというふうに。あの いやの言うので、そのゲインダインをとにかく突破しないとフォワードが前に出れないと、そういう,まあ、そういうプレーだということですね。まあちょっとそのラグビーの方はそんなところ、それでね、一応宮原さん、あともう一つ、英語の前に1点だけ、今日9月の29日、明日公開で30日、9月最後の日、10月1日、インボイス始まるんですよ。うん、でね、まあ、うちのマルゲの視聴者は、 もうイ,ンイ,インボイスのなんていうんですかね本質というかですね消費税のあの嘘っていうのを知ってるから、うん、まあもうあの普段見てる方にはあんまり言うことないんだけど今日は誤金なんでね、まあ普段見てない人も見てるっていう前提でねちょっとそのことだけ宮田さんと話したいんだけどて <laughs> <の>てを記してます <laughs> ね,だよねそうでもね宮田、うん、さんどう思いますあの結局ねあそこまで壮大な騙しって そんなにないんじゃないですか。うん、要するに僕らはね、お店で買うときに何か物を買うときに、その物の値段プラス消費税っていうのを払ってますよね。でもあれ消費税じゃないですよね。実ね売上税です。実際に納税するのは、うん、あの事業者,者<う>サービスや物を売った事業者がその消費税として払う義務がある部分を納税するんだから、から普通に考えて売り上げ税。うん、それ以外のものでは全くありゃしなだってそれは。 その法律がそうなってるんだもん、うん、これ一応、えっと、消費税消費税法の補償で<う>事業者は国内において行った課税資産の譲渡および特定課税の仕入れにつきこの法律により消費税を納める、うん、でもその消費税っていう名前が、まあ、結局嘘なわけじゃない元々中村市の事業者たちの反対を抑えるためにこれは消費者にかかる税で。 しかもあのこの仕組みは実は消費者からの税を預かっているだけだっていう預かり税って全く嘘ですだから、うん、あそこに書いてあるね、うん、そのじゃあ500円のものを買いました、うんうん、まあじゃあいくらでもいいや、まあ、じゃあ例えばじゃあ2000円のものを買いました200円税金ですよね2200円払いましたそこに消費税って書いてあるでしょでもあれは実は消費税じゃなくてだって消費者には税金払う義務はないん、ね、だからだからあれは消費税って書いてあるけどあれは実は消費税じゃなくて。 事業者があれだから略語なんですよ事業者が我々が消費税といわれる売り上げに対する税金を払うことになってしまったんで申し訳ないけどその分を便乗便乗って言ったらおいじゃないその分、ね、お願いします、ね、値上げをさせていただく期待これだけの金額っていう,ないう意味で消費税って書いてる消費税は略語で前後にいろいろあってっていうこと,、ね、ことでしょそれはね。うんでも だとしたらでも嫌ですよね、まあ、そ,れがそれが本当なんだけどね、うん、だとしたらねこれひどいと思うのはね例えばあの消費税まああの消費税って表記はそもそもあの不当表示だろうっていうことが一つだよね、うんうん、そんなの消費,消費者には消費税払う義務はないんだから不当表示、うん、それからもう一つはあれを内税にするだの外税にするだのっていや、うん、最初はそれで揉めてました揉めたけど、うん、それをすることによってだって内税も外税もクソもないじゃないですか消費者にもともと払う義務はないんだからただただあの じゃああの消費税を払わなきゃいけなかった事業者が値上げをさせてくださいとでもそう言うと反発を食らうから、うん、消費税っていう嘘の表記を許してくださいっていうのが、うんうん、あの消費税っていう表記なんでしょうそれ日本中で全ての事業者がやってるやってて嘘のね三木、まあ、さん三木さんもそうていうね。 ここの番組も繰り返し申し申上げていることで日米構造障壁協議を構造協議と呼ぶとかね「狂牛病」と呼ぶな「BSE」と呼べとかもう枚挙にいとまがないじゃないですか。で実際それによって世論が動いちゃうぐらいあの言霊に弱いというか。 あの表層に惑わされるトンマが多いとでメディアがやっぱり共犯になってるってこと、ねうんうん、ですね。そう、まあ、記者クラブを通じてその管轄履役所がこういう表現にしてくれって言ったら、うん、クラブは必ずそういう表現にする、うん、他のもうその部署はそのクラブのその,その方針には従うわけだから、ねうん、そのクラブがその,その分野に関してはある種その専,門専門的優先的な決定権を持ってるわけですよね。うん、だ結局 大変なその共犯関係で値上げが、まあ、ある意味で便乗値上げって言ってもいいかもしれないけど、うん、消費税の名を借りたその値上げがね、うんうん、このまあ先竹下政権からだから1989年からですよ、うんね、行われてきていて、ね、でただそのまあ消費税という名前で嘘で定着させることにはもう2030、まあ、年やってるから成功しました。うんうん、でも財務省が 一つだけここれででやり残したたとがあったんですよね、うん、それがまあ当時中曽根さんの時に売上税って名前でやって結局反発、まあ、売上税が正しいんですよ売上税なんて本当はこれでしす、うん、でね売上税なんてやられたら我々がそれを転嫁できないじゃないかと消費者にはね我々にだけ払う義務があるってことが明らかな名前だから。 でまあ、どこで誰が考え出したのか僕消費税って考えた人は、うん、偉いと同時にやっぱりもう大変な詐欺師だと思いますけどもね、うん、で同時にその時に中曽根さんの時の売上税が潰れた理由を事業者が売上税に反対したのと同時にあ,のあれが入ってたんですよ税額表という、うん、つまりその、えー、今で言うそのインボイスというのは実は税額表で。 いくらが税金なんだっていうこといくらが本体の売り上げでいくらが税金かをはっきりさせるものを「税額表」「表」っていうのは票票のあの投票する時の「1票2票」の表っていう書くで税額表がものすごい評判があるかと、ねうん、言えば的確請求書、うん、インボイス、うん、でそれをついに30年越しに今回やっと導入する。 ただねなぜ増入するのかをね皆さん、その理由をこのうそをちょ日の会見でもその話が出たので、うん、じゃあ、松野長官の会見、ちょっと見てくださいよ、うん、インボイス制度は、広く国民の皆様に消費税をご負担いただいている中で、複数税率の下で適正な課税を確保するために必要な仕組みでありますもうね、当たり前のようにこれを言うわけさ。うん 要するに複数税率になっている場合は税額表がまあ税額表って言わないんですし引っしって言ったけど税額表がないとその税額表というもののなんていうのかなその提出を義務付けないと結局何どの部分が税金でどの部分が売上本体かが分からなくなるっていうことを平気で言うんですね。でもねちょっといくつか言っとかなきゃいけないと思うんだけどまずその日本って確かに複数税率ありますよ。食品と 新聞だけが8ですよでもねこれを複数税率と言うべきかどうかってこれ前番組でもやりましたよね。やりました複数税率というのは、ね、こういうことに軽減税率とか複数税率というのはこういうことにイギリスは標準税率がまあバットと言いますねバリアルタックス20%です。ね、でそれに対して、えー、食品水道はゼロ、えー、こういう障害者の補助具とか新聞とか書籍とか、まあ、公共性の高いものは全部ゼロ。 20ととこれを経験税率という。うん、フランスも20が5.5、ね、あるいはこのドイツも19が7スウェーデンもスウェーデン高い高いってみんなその知ってますよね25だってすごいなって聞いてますよね。だけど実はこの辺ゼロとか六とかなんですね。うん、っていうことですよねで。スウェーデンこれ医療費25%ってひでえと思うので、ね、スウェーデン医療タダですから基本的に。あの <laughs> まあまあ、そういういことですねそれでもドラッグストアなんかでかなんか自分であの買おうと思えば、まあ、25%かかるのかもしれないけど基本的に普通の,あの医療はタダですからスウェーデンはねで実は教育もタダ,だったタダだったりしますから、えー、だから軽減税率っていうのはこういうもの複数税率いうのはこういうものを言うんだって、うん、日本みたいにね食品しかも例外っていうのは外食した場合は10%お持ち帰りの場合はだけ8%、うん、それから新聞が なべつね軽減税率と言われてますけれどもなぜか新聞だけが軽減、えー、税率を書籍も10だし他のものも全部10なのに新聞だけがまあ10でそれを理由にして税額表,税額表じゃないインボイスですっていうのはこれじゃあ,、まあこれも一応、まあ、おさらいですけど言っていきましょうその10月1日からは今まで売上1,000万以下の事業者というのは、えー、消費税非課税だったんです。 ね、でもこれからインボイス制度が始まった瞬間に二択をしなきゃいけない一つはタックスコードというのを取得してもう税金を売上げがいくらであろうが納税事業者になるかもう一つが問題ですよね。1,000万円以下だと納税事業者にならなくていいんだけどタックスコードを取らないとその会社に発注している会社が払った税金が消費税が収められているっていう証明がないから。 その取引先があのね売上税っていう概念で理解すると分かりやすい今ジモンさんおっしゃったことをパラフレーズすると、うん、本来全ての事業者が売上の例えば10%を、うん、あの税金として税務署に国に納税しなければいけない、えー、ところが、えー、売上売上じゃなくてあれは売上か1,000<上> <1, S 1> 万,万以下はですね、うん え納税しなくていいっていうまあ小さい小規模弱小事業者を守るためですよね、うん。でもそれも要するに法律を通す選挙対策、うん、選挙に通りながら法律を通すという戦略のためにた。数では圧倒あの今神保さんが最後の方におっしゃった後半でおっしゃったことは、まあ、テレビのニュースとか見るとなかなか分かりにくいんだけれども、うんえー、例えば神保さんがだから僕と神保さんが事業者だとして。うん で僕が小規模事業者でも何でもね例えばあの今まで納めないでよかった、うん、その売上を納めるようになったと売上税を納めるようになった、うん、そうするとその売上税を納めた僕がそれを考慮した価格でジモさんに物品やサービスを販売しているにもかかわらずあのそれを購入したジモさんの事業に売上税がかかるのは 二重払いになってしまうっていうロジックなんですねだからよくガソリン税なんで消費税かかるのみたいなのとちょっと似たところがあって売上税はその要するにサプライチェーンの中でもぐもぐは払ってるんで、うん、でそこについては控除ができますだから付加価値税って言い方が正しいんですよねそうなんですその付加価値した分だけそ,その事業者は税金を払えばいい本当に付加価値税って言い方が一番いいですよね、うん、でイギリスの場合バットっていうバリューアレドタックスは付加価値税って意味ですからねなので もう本当に理屈はシンプルなんだけどあの理屈のがシンプルなのがもう言霊でみんなぐちゃぐちゃに頭になってるんで、うん、何がな何だかみんな大体分かんないですただね多分これの重要さが分かってないのは小規模事業者、うん、まあ日本では数では圧倒的多数を占める小規模事業者がね、うん、10月1日から何が起きるかっていうと納税事業者になるか、うん、もしくは、えー、結局納税事業者のコードを取らないってことになると。うん え実は取引先にとっては事実上値上げをしたと同じ扱いになっちゃいますね。そうんですね。なぜかというと税金が控除されないから。今の話で言えば僕が最後末端なんだけど僕が納税していないということになるとわ、うん、か,か,かんないから。わからない。うん、でないまあまあとにかく証明できなければ、うん、イコールまあ制度が始まれば納税していないということです。うん、だから僕は宮大さんを通じてもうその1000万円あのごまじゃあ例えば宮大さんに払ってる100万円の部分についてはもう、うん。うん 10%, 10払われているから僕はそこは払う必要がないはずだったのに宮台さんがその10%を払ってるっていう証明を僕のインに陰謀という形で出してくれないと僕はその分まで払わなきゃいけなくなるっていうことでそれはまあ事実上その宮台さんが値上げをしたということあるいは同業他社に比べると要するに僕がその請求書インボイスを出さない納税証明を出さないっていうことによって。 まあ、取引先をそう不利になる不利になるってことだよね。うんうん、でそれは、まあ、要するにその分10%分値下げをするか、うん、もしくはその,その人にしか提供できないサービスを持って何ら、うん、かの技能を持っていれば、うん、他では変えられないから、うんまあ、それでも大丈夫だってことになるけど、うん、だから突然取引がを停止される可能性がある税金を払うか取引を停止されるリスクを抱えるかの二択を、うん 迫っている制度なんだっていうことがね。どれだけの人が分かっているか。あともう一つ、でもそこで必ず疑問、に質問がくるのが人。これだ、これだけ言っとかなきゃいけない。でも、税金を払ってない事業者が税金分乗せて請求してたんでしょうと。うん、今まで。今まで。で、それは。その、猫馬場じゃないかと。うん、ね。つまり。その、ぜ、消費税乗せて請求しているのに消費税払ってないっていうのはおかしいじゃないかと。うん、ね。と、その、取り逃げって言うんですかね。うん、で、そこが。さっきの話に戻るわけですよね。 いいや消費税っていうのはそうじゃないんだと、うん、その値段っていうのを、まあ、だから、ね、表示税っていう形で表記するから悪いんだけども、うん、価格っていうのはその取引の相,相対の間で決まってることなんで実はそのいくらにしようが、まあ、宮根さんがいくらで僕にサービス提供するか宮根さんの勝手なわけですよね。うん、僕はそれじゃあ高いからいいやって言ったら他か行けばいいだけのことであってでそれは消費税という名目で乗ってようが乗ってなかろうが関係ないわけなんですよね。うん でもそれが消費税っていやいや三田真治消費税こうやって載せてるじゃないかとなのあやつ払ってないのかよとでそれがなんかその不正それが不正と思ってる人がいてその不正を防ぐために今回のさっきの松野さん松野官房長官の話もそうだけど、うん、今回の制度があると思ってる根本的なだから要するに猫、まあ、ババとかねこの要するに言霊的なある種あのわざと意味を取り違えさせるような詐欺をした結果、うん 拭かなきゃいけない、ケツがたくさん出てきちゃった、ね。っていうことなんです。わかりやすく言えばね。うん、なので、そもそも出発点に問題があった。まあ、消費税って名前にしたところから始まってるんだけど、ただね。これじゃあ、増税、増税か増税じゃないかって言えば。まあ、消費税で大体二十二兆円ぐらいの収入にあるんですが、うん、今回のインボイス制度の導入によって。うん まあこれ財務省ですよ、2480億円だっけな、の増収を期待していると、すごいちっちゃい,、ね、い,いけど、まずその人たちにとってはまず増税であることは間違いないわけですよね、で増税で、しかもその、まあ、要するに1%とかでしょ、ね、その22兆円に比べればね、そのために中小の事業者をそのように追い込むということに何の意味があるのかと、うん、でもこれはね、税額表示が始まる。 インボイスが始まる、うん、つまり税額表が始まる。そうするとね、これからね、複数税率をいろいろできるんですよ。で、実は財務省にとっての最大の利権は。その複数税率で軽減税率をしてあげることなんですよね。うん、ね、その、まあ、安倍常さんが何かこう政府とあのは、中で動き回って、新聞を軽減税率したっていうような話もあるけど、要するに。 決定的な政治力のなせる技じゃないですか軽減税率っていうのはね、うん、これからその要するに財務省の権益がドバーッと増えるわけですよ、うん。天下り先の確保に不事情がなくなるってことです、ねうん、その人たちが頑張ったおかげでこの業界のサービスは税率が8%の末置きになりました5%に下がりましたね。 の OB なのか財務省出身の政治家なのかの無駄の見せ所じゃないですかでも税額表があるから税額表インボイスがあるから複数税率あっても怖くないってことなんじゃないですかこれね事務負担が大変なんですよ複数税率ってやられるとね。だから中小のあの事業者にとっては中小零細の事業者にとってはまず納税事業者になるかもしくは不利になることをまず確保しましょうが1点だけど同時に 納税事業所になるっていうのは簡単だけど税金を納める上に帳簿の,その事務管理っていうのかなもう要するに税額表付けなきゃいけなくなるからものすごい大変になるんですね。手続きコストがかかると。うん、だからあの納税するのか納税しないあの要するに手続きコストを、えー、払うか あの納税しないで取引先から外される可能性に怯えるかと。そううの言いたくなるんです。実際はね。10月1日からその課税業者になった場合にはえー、猶予措置として最初の3年間は集めた。消費税の2割のみを納税すればいいと。課税業者になった場合にね。だから全額納めなくていいと。 本来納めるその年金給与の消費税の2割だけを納めればいいっていう軽減措置がもうけられてるそうだから課税業者まあ簡単に言うとあのインボイスを発行する業者になれば、まあ、そ,のその最初の3年間がそうでその次の3年間が5割なんだって、うん、だ6年後7年目から全額納めればいいっていうことで一応段階的な軽減措置があるけどとにかく皆さん だからまあ1000万円のあの免除っていうのは事実上6年かけてなくしていこうっていうことだってことですよね。で,でも、この今のご時世でねそれこそなんかガソリンが高くてどうのこうのでいろんなことをやるとか言ってるじゃないですか、うん、なんでこれを10月1日に、ね、それはもうずっと前から決まってたんだっていうけどやりますかね、これ。 特にその零細中小零細いじめみたいな制度ですよ。で、同時に今度フリーランスに対するまあそのいめ付きも厳しくなるので、何を何をやりたいんだというふうに思って思います宮田さんそれって。一般的にはね、あの例えばデフォルトで決まっている予定があったとして、それを私の政治力で止めました、うん、っていうことにすると、それは政治的な得点になって。うん まあ支持率が上が上る安倍さんが消費税のあれをどうに伸ばした時はそういう効果がある、うんま、ううとですよね、うん、ということで伸ばしににばしししてきたということがあるでしかしそのある種の、うんうん、対価というか、うん、反対面としてジモンさんがおっしゃったようにあのまあこれ財務省がと言ってもいいしい政府がと言ってもいいんだけどあの自由に税率をねあの取りたいところが取るってことに今すごい障壁がある。その障壁が 低くなるということは、財政上、非常にいい材料になるということがありますね。うん、だから、結局、まず財務省政権だっていうことですよね。うんねうん、ただ、厳密に言うと、複数税率っていうのは、税収上マイナスなんですよ。つまり、普通、普通、普通、複数税率っていう場合は、その上げない。 その品目が出るってことでしょ税率を下げる品目が出るってことでしょ、うん、なんか特定の品目だか高くするっていうのはそれも言えるけれど除外規定を自由に設定できるとあのそのデフォルトの消費税を例えば15%にまするっていうふうにはできるでしょだからまあそこに見えるような税率にしても、うん、いや食品はもう8%据え置きですと、うん、例えばねだからその消費税20って言ったって結構その20払わなきゃいけないのは。 どっちかっていうとう贅沢なものを買っている人たちばっかで,で、ね、っていうふうにできるわけですよ、ね。もしイギリスのようにしますって言ったら<ー>そんなに反対運動は起こらないと思います。まあ20パーででも食品もゼロ、うん、水道水もゼロ、うん、まあみんながとにかく必要としているものは基本的に税金がほとんどかからない。うん、ね。で、だって電力なんて今高い高い言うけど、日本10%払ってるのにはイギリスはね20%の消費税が20%のイギリスでさえその電力は5%ですからね。うん だからまあこういうことができるようになるということで,でもねこの業界に対する役所の力っていうのがどれだけ強くなるかですね <laughs>、うん、それはもう本当に大変なものでしょうだから、まあ、まあ岸田政権がやっぱり財務省政権だっていうことも含めてですねあのまあ財務省が完全に復権したっていうことなのかなと思いますけれども、えー、あさん今日29だからあさってから一応インボイスその中曽根政権時代からの 財務省の本当にもう念願というか野望だった税額表イコールインボイスがついに始まるということになります。日本の経済がねこれだけめちゃくちゃであれば経産省が従来のヘゲモニーを維持することは原理的に不可能ということなんですよね。でなので非常に日本経済が厳しくなった。 その結果収税つまり税金を政府が取るということが非常に難しくなったそうするとその制度的な変更の金融性ですね制度をどういうふうにいじるとどういう利益があるのかないのかっていうことの重要性がすごく上がるそう自動的に財務省の力は強くなるどんな政権でもこれだけ経済が悪くなって税収に限界が出てくると必ず 財務当局が力を得るようになります。でも、そこで、その増やした、その増税した分はさ。ほとんどが、防衛費に、防衛費に消えるんですよ。まあ、アメリカから買う、買う。まあ、やって。る防衛ね。まあ、実際、一番、あの、伸び、伸びが大きいのは、防衛費になるので。そこに、事実上、そこに、その消えるというふうに考えても、差し支えないんじゃないですか。でも防衛っていうのはね。 あの安全保障をめぐっってて何度も言ってきました軍事的安全保障もあるけど経済的安全保障技術的安全保障文化的安全保障、まあ、いろんな安全保障があるんだけれど日本は非常にバランスが悪いんだよね。で当たり前だけど原発っていうのは自国に向けられた核兵器なんで、まあ、飯田哲則さんが繰り返しおられるように上から鉄球を落とせばもう終わりなんですよ、まあ。あっという間にメルトダウンする可能性がある稼働中であればね。 で稼働中じゃなくてもですね、もう大変なことになる可能性がある。なぜかというと日本の場合には熱い、えー、まあ放射性その何ていうんだろう、原発を運転した結果ですね出た、えー、まあ再処理用の <laughs>、うん、ものがまあ何だか保管されていることになっているのね。うん、だって持って行く場所ないんだもん、しょうがないよね。うん、面白いよね。自国に向けられた核兵器を持っていながら防衛予算を 増額して、で、なんかイージスシステムを、だから、イージスシステムにそうに金かかってるわけだけれども。イージスシステムって面白いよね。これ、アメリカの、あの、司令塔の中に。司令システムの中に組み込まれないと、動けない。まあ、衛星の情報は基本的にアメリカから提供されないと動かないですよね。それはね。っ、うん、いうことは、あの、日本の、あの、軍事的な主権が、事実上、非常に制限されるということに。なるんですね、うん。面白いですね。 まあこれは安保条約第5条問題でもうあの実効支配されたところには及びませんというふうに規定がある、えー、さらにあのそうじゃなくてもつまりアメリカ軍が出なきゃいけないなということで出すこともできるよってことになったとしても憲法手続きを経なければつまり議会の承認がないと軍隊は動かせませんということなので残念だけれどもあのアメリカは場合によってはですね例えば政権交代などによって 日本のために何かをすることにレーターになるる可能性もある、うん、ちょっと今日のねメインの話から外れるからこれだけに最後にするけど、うん、日本はこのままずっとアメリカで一辺倒で行くしかないんだろうか。つまり、ねまあ、日本にとっては、うん まあ、アメリカはまあ戦争に負けた国でもあるし、まあ、何といっても在日米軍もいるし、ね、いろんな意味でまあ一番密接に経済的な結びつきも強いですから、まあ、アメリカとのまあこれは同盟関係という言い方がいいのかどうかはともかくとしてだからなんかアメリカ陣営から抜けて中国側につけなんて、ね、誰も持ってない。でも 地政学的なことから考えたりしてもね今のアメリカ一辺倒っていうのは、まあ、アメリカは今世界の覇権国だわけですよね特に太平洋全部自分たちでまあ持ってたい、うん、でも中国がまあちょっとずつかもしれないけどのしてきているとこ、うん、の時にアメリカ一辺倒でいくっていうこの日本の地政の学的な位置から考えてもねどう考えても日本にとってリスクが大きいじゃないですか。うん、別にアメリカのもをされななんてする必要はない、うん、はでも いやいやだからそれはねジムンさんとお会いした頃にズムンさんと話したことだねつまりこれオリンピック問題でよく似ている2014年に新国立競技場建設反対ののろしをね牧文子さんたちと挙げた時にこれはオリンピックで人を元気づけるため日本人の元気のためだなんていううな名目で実際には高さ制限を撤廃して再開発の可能性を残し えー、地価を上げるっていうところにつまりデベロッパー的な利権に本当の目的があるんだよっていうふうに言ってましたそしたらその通りになりましたでしょ。ま、うん、まだこれから進んでますけどね,ねあるいは、はい、もっと大事なこと皆さん聞いてあの例えばねインパール作戦レイテ戦ではさ、うん、9割以上が餓死者とマラリア死者だったでしょ。うん、でこれをまあ指揮する責任があった連中たちは極東国際軍事裁判で内心熟知たる思いがあったら空気に 抗えなかった今更やめらめれないいと思った面白いよだ、ね、日本のトップって、まあ、愛国とか尊王とか、まあ、本当に公共性が高いかのようなお題目を掲げながら、まあ、これも言霊的な問題だと思うけれども実際にはですねそういう動機をほとんど持たないやつ。ただの小役人だってことでしょ無責任なことをやりまくるっていうね。 この状態が続いいててきているでアメリカもそのことはよく知っているから、うん、あの天皇を残し天皇にあの日本国民にアメリカの言うことを聞いてくれるように望むという流れをね作っていただくことがあの戦後の統治の円滑さにとっては不可欠,不可欠だというふうに考えた。うん、まあ、マカサーは疑念があったかもしれないけど、うん、あの天皇がやってきて9月になってやってきてね あの東条英機をはじめとする者たちには責任はない責任は全て私が負うだから私を裁けってことを言ったことに感動してというふうにされてるけどまあ日記に書いてあるけど、まあ、これは利用価値があるぞと思ったんだと思う、まあ、感動するのはいいんだけどさ同時にさマッカーサーあの当時って日本人のことを12歳のことをね,ね、うん、小学校小規制だと思ってたでしょ、うんうんうん アメリカがその未来へこうずっと占領するなら別だけど、うん、民主的な制度をね、うん、作らせて、まあね、5年なりで、まあ、6年で去っていったわけだけどさ、うん、去っていった時に小学校4年生だっけ5年生だっけに、うん、ちゃんと民主的な国の運営ができるとマッカーサーが思ってたとは思えないんだよね、うん、もちろんちはね。でしかも一方でソビエトユニ,ユニオンがソ連がもう、うん 腰淡々と狙っているわけじゃないですか日本,日本列島はねそうするとやっぱりもう単に効率論として、うん、あるいはもう、えー、日本人を信用してないがゆえに天皇の力を使って戦後の,そのレジュームを作るしかないと思ったっていうのは、まあ、あ,るある意味ではとても合理的な、うん、信用できないっておっしゃるけど、うん、これはマッカーサーの主観ということではない、うん、小室直樹に言わせれば。うんうん 近代憲法の何だろうか？も知らず、近代憲法を書くと言われて、全く書くことができないような。うん、その例えば法学者 <laughs> ね。うん、政治学者のこのまあ、能力の低さだから、あの要は日本人には民主制を回すだけの民とがないということは客観的な事実だったんですね。で、三島由紀夫がそれを空っぽって言った。一夜にして、天皇主義者が民主主義者になる。なぜか一番病だから。 あの昨日までは僕こそが一番の天皇主義者です風向きが変わったんで僕こそが一番の民主主義者ですっていうふうに言うような空っぽこのような空っぽな者たちに民主性を回すことができない、うん、できるわけないよね、うん、これは三島の結論でもある、うん、だから機能的にファンクショナルにやっぱ天皇は必要だろうしかしこれは事実性に依存するよね事実性っていうのは天皇制制度っていう言葉を使ってるけど実際には天皇にはほとんど人権がないなのにちゃんと およ継ぎをしてくださるということはこれは制度じゃないんだよねご当人が拒否してしまえばもうどうにもならないような問題が続いてきているということがまあ一縷の望みになっているという理屈になりますただしもうやめたって言ったらそれで終わり,終わり制度じゃないからね天皇天皇自身がもうこんなのやってらんないわ辞めますって言ったらどうにもならないんだよね、うん、おっしゃる通りですね、うん、だからもともと あの民主制の面してますけれどよく見ると民主制ででも何でもないというとうころがあるでそれを、まあ、今のアメリカよく分からないアメリカ自身ももうぐっちゃぐちゃだからっていうこともあるけれどまあしばらくアメリカは非常によく知っていたっていうことですよね。いうことですよね。だから近地三者って言葉があるじゃないですか。えー、一応民主制の面は与えておくけど事実上のは近地三者なんであの要するに選択権は与えないっていうふうな方向性を どううしても維持すする必要があったっことといこですね、うん、日本の戦、ね、後、うん、レジウムのちょっと脆弱性についてね、うん、ちょっと宮台さんとその、うん、頭のサイト対層的ない意味でちょっとね、うん、考えてほしいんだけどね、うん、まあ今あの陛下天皇自身も記者会見やりますよね。うん、でね、まあ、それが多分普通の民間人って言ったら変だけど、まあ、宮内庁記者クラブではあるけどさ、うん、普通の民間人と接触する数少ない機会だからねその場でね まあ一切こういうことを言わないようにずーっともうまあ,ある意味ではこう教育してきてるんでしょうけどもね教育って言い方がいいのかどうい言い方がいいのか僕は分かんないけどさっき言ったようにもうちょっとこれやってられんわなとねやめるわっていうふうに言ったとしますで言ったら終わりっていうけどそういった瞬間に日本の統治機構ってどういうふうに動くと思うんですか全く黙殺する可能性もあるのかなと思ったんだけどちょっと。 体調が悪くて変なこと言ったねみたいな話で終わる可能性もある<や>。と思<も>うけど虐殺したって、うん、天皇の意思表明の機会がいくらでもあって。うん、私は継がないとか、うん、退位するっていうふうに宣言した瞬間に。まあ、例えば、平成の天皇どうでしたかっていうことなんですよね。もう完全な政治マターになって、伏せておくことも無視することも全く無理です、ね。でも、したら、ど、どうします?。どうしたら、まあ、旧宮家の復活。 あるいは別こから持っっててくるるとあいはもう女系だろうが何だろうが <laughs> とにかく誰か持ってくるわけ、ね、持ってくるっていうふうにやるしかなくなるだろうということだよねうんまあ誰か持ってくれゃいいって言うんだったら誰かやる人はいるかっているかなっていうかで,でもね誰でも持ってきてもいいわけじゃないっていうことがね、うん、あの女系これはダメだって断る理由なんですよね、うん、でこれは何度も言ってるけれどももともとレジティマシー正当性っていう言葉は、うん、あの血縁的な継承線のことですしかしこれがね 男系 1>, 1本とか女系1本であれば、まあ、いわゆる朝,朝廷何んだろうね王朝か、うん、日本では朝廷ですけどは変わらないんですよね。うん、でもあのいあのヨーロッパの場合にはあのいわゆる精神的な支柱として一貫するのはローマ教皇ということになっていて、うんうん、そちらに権威あるいは崇高性超越があるということになっているからということもあるんだけど王朝は 交代するし外国から連れてきちゃったりするじゃないですかですいくらでも、うん、だから男系女系なんてそのこだわるようなマインドがもともとない、うん、それはそのいわゆる総権論といいますけど今申し上げた各所に存在する、えー、まあヘタレを含めたキングたちと権威あるローマ教皇っていうねこの対比からなっているということですところが日本の場合にはそう確かに権力と権威の分離がある。 正義大将軍幕府が権力、うん、それを、えーまあ、ローマ教皇の戴官のようにしてねお墨付きを与えるのが朝廷の天皇ということなんだけどあまたのヘタレキングたちに対して唯一の教皇という関係ではなくて何て言うんだろう権力は一つ権威も一つつまりヨーロッパのような非対称性がないんですね。でなので どういうことが問題になるかというと、単純ですね。この権力にとっては天皇は権威の源泉として重要だけど、権威っていうのはあのその人が口を開くだけで内容とは場合によっては無関係に大きな力を発揮してしまうっていうのが権威の定義なんですね。なので何としてでも天皇の政治的な発言影響力を封じる必要があるっていうことで、あの天皇に。 政治的なな発言をさせないでそのために一番いいのは、えー、完全に形式、えー、つまり男系だからこの方がお世継ぎをなされこの方は水の向こうにおられて、うん、皆さんから顔を見ることもできない、うん、もちろん発言なんて全然聞こえないよ。生の声は誰も聞,か聞けないであのこれが要するに他語作による天皇利用の図式っていうふうに僕が呼んできたものですよね。うんで これに最も敏感だったのがやっぱ平成の天皇今の上皇陛下ですよね。うん、でなので形式的な正当性ではなくて行幸形を繰り返すことによって、うん、最初は天皇制やあの天皇に対するリスペクト、まあ、世論の分布としては非常に低かったものをものすごいところまで押し上げるには必ず行きますからねねそうですよ、ねうん、でこれは自らの ご負担と引き換えにあの天皇の行動の背後に、うん、向こう側に国民が想像する、うん、天皇の良き心に対するリスペクトこれに要するに意図的に置き換えようとされたということですよね。うん、でだからあの安倍首相は非常に天皇陛下に対して不敬の営みを続けた。うんあの まあ黙らせるような人事も内庁で行ったしねなるべく勝手なこと言わ,な言わせないような人事も行ったしねそうですねまあ、うん、他にあに天皇の代替わりの時のね、まあ、新浪祭の行い方とか、まあ、いろんなところにも非常に不敬な営みが連発されていたんですけれどもそれは、ね、逆側に言うと何としてでも断刑を維持し、うん、単なる空っぽな 器であってほしいかかつまり内容が伴わない権利の源泉であってほしいっていうね、えーまあ、既得権益者たちの非常に大きな願いがありでその、えー、願いを簡単には許さないぞという平成の天皇今の上皇陛下の、えー、明確な意思インテンションがあってウィルがあってでそれは多かれ少なかれ、えー、近城陛下にも近城天皇にも 影響を与えている可能性がある、ね、であの今の上皇陛下はあのまあ事実上女刑も容認という立場ではねあの発言のトラックレコードを見るとねだからこれはあの単なる制度変更の問題ではなくて空っぽだから有用なのだというような。 まあ、お国のためと言いながら、無責任なことをやり続けるデタラメな政治に。最終的にストップをかけられるのは。天皇だけかもしれない。っていうね。これはマッカーサーと同じ考え方ですよね。で、これは合理的です。じゃ、まだ民主主義、ね。と同じ民主主義は根付いてないっていうことになるわけ。そうするとね。そうです。うん、だから。あの、例えば、まあ、僕は、あの。 もうそうね、30年近く前から、まあ、僕は天皇主義ですってことを公言するようになったけどその意味はね、えー、そのにこだわる人たちととだだいぶ違うよってことですねだからまあどっちかっていうと世間でよく言う天皇主義者の人たちというほど結構不敬なことを不敬なわけでは逆に言うとね今のあの状態をさ、うん 認めてね憲法でまあ1条から8条までは天皇に関する条文だけどさねじゃあ法の前の,その憲法14条っていうのは本当すごいねそこ,にそこにかかるんですかでねあるいは憲法21条のね表現の自由や検閲をしてはいけないっていうのはその天皇にはかからないんですかと「いやいやあの方々は日本国民なのかどうかもう憲法上はよくわからないでしょうす <laughs> うん、ひどいじゃないですかそれってもうなんか人柱じゃないですか、うん、そうなってくるかまあだから国民なのだが、うんえー、あまりにも権威ある方々でいらっしゃるので適用除外をしましたみたいなねあの消費税みたいな。うん、まあ消費税ほ、ねうん、うん、でなんかあの女の人だと今日から普通の日本国民になりましたっていう人もいたり敬、うん、みに入ると日本国民だったんだけど、うん、ちょっとそうじゃないあっちの世界に行きましたってまあ その雅子様っていうのはね、まあ、僕はもう個人的にも外務省時代にその接点もあった方なのであの北,米、えー、北米二課時代ですけどもねだからやっぱり、まあ、もう実際にあ,のあっち側に向こう側に行かれちゃった人っていうのを個人的にも知ってるっていう立場なんですけどなんかやっぱちょっとこう釈然としなかったですよね。うん <laughs> まあまあ、いやあの作戦としないところはねその、うん、まあ当然ですだって江戸時代ねお武家さんたちはさ天皇を知っていて飛馬不識の隅の戦いで錦の御旗がどちらに勝ったかっ当たったかということで、うん、もう一瞬で奇数が決まるみたいなことがあった。幕軍は一斉に逃げちゃったわけだよ,よね。うん、ところがあの武家以外の方々、うん、あの武家って四パーセントプラスアルファぐらいしかいなかったとされてますよね。うん、農民なんて知らないでしょ全然知らなかったんですよ。うん でなので明治政府は、えー、繰り返し行幸を行ってその行幸をする際に天皇を見てはいけないっていうねこれ誰が考えたのかすごいルールだよね。つまり、えー、簡単に言うと超越的な権威であるということをなんか体感させるような儀式的な形式を反復してでいわゆるあの天皇制的なるものを作る。 ものすごいいおつむだと思いますでね僕はあの今ですねそのそのそ、まあ、ちょっと長く話すといくらでも話せるんだけどあのね今上皇陛下がまあ天皇だったその身寄りにっていうか時代に考えておられた方向は何て言うんだろうそれしかないという方向ではあるけれど不安定ですねいくつもの意味で不安定ですよね。行動によっつまり、ね、単なる 空っぽな器としての、そのレジ、まあ、継承線上の権威ではなくて。行動によって、尊敬されることによる権威に移るということですよね。で、これは、あの。言葉の使い方は慎重であった方がいいけど。あの、無条件の聖なる存在なのではなくて。国民たちに見てもらうことによって、尊敬されることによる力を持つ存在なんだ。これは。 イギリスの王室に近づくとということだと見てもらわなきゃいけないしメディアがどう報じるかにも左右されるよねそう,そうするとねそれはかななり不安定なことだよねそうそうところがあのやっぱり日本では何だかんだ言ってもその形式的な正当性にこだわる人がいること自体が事実として示すようにねあの内容とは無関係にもう天皇が言ってるからっていうことで追随する人がまあいる可能性が非常に高いですよね。でそうすると 天皇が何を言うか実際どういうお考えでいらっしゃるのかっていうのは事実ですよね事実行為っていうふうにそのああ今日は言ってまだ言ってないやあの後で映画のとこに解説しますけれども天皇制が制度でないお世継ぎをしてくださるという事実によって支えられるというのと同じで天皇が行為によってリスペクトを集めるという方向にシフトすると事実としてそういう行為をしてくださらない天皇になったらどうするのか。 不安定ですよ、ね、まあちょっとそれはやめといた方がいいかもね今はね、うんうん、でもかといってじゃあ今の制度が安定しているかっていうとね、うん、さっきの話じゃないけどもうこんなのやってられんわったらそれで終わるみたいな話でしょで、うん、それも非常に不安定ですよねそういうことを言わないように仕込んでるっていうふうに言いたいのかもしれないけど本当に本当にそれは大丈夫ですかってところあるじゃないですか。昔みたいいにねこ囲い込んででその中でだけ 生きるまあ情報環境を限定するなんてできないじゃんだできない。ネットアクセスもあるでしょネットアクセスもあるしさすがにツイッターはやってないかもしれないけど、うん、情報アクセスもあるだろうしテレビも見てるわけでしょ、うん、もちろん新聞も読んでるわけでしょねえ下手すると丸劇見てるかもしれないですからね。うん、っと大変ですよねそうするとそ,れをその言論をとそのコントロールするっていうのは。はい、しかももともと内容的には憲法違反に間違いない、うん、七条解散を天皇が。 再化するっていう図式になってるっていうのはすごいよねこれねそうだからまあ七条解散がね、うん、下手すると十月中にもあるかもしれないんですよ本当に。で何の根拠もないですかね七、うん、条の中に天皇の国事行為として衆議院の解散が入ってるから、うん、で天皇というのはその内閣のえっ、ーえー、となんだっけ助言と、えー、承認だっけ、うん、っていうことが前提。か自然言葉で補筆つ。まあ補筆で,ですねが前提になっているから。うんうん ええ事実上内閣が。まあ専権事項として内閣総理大臣決めていいんだっていう。でやたらみんな専権事項宣言で何の根拠もない専権事項なんていうのはね。うん、逆に言うと、あれその国事行為ってところにもいっぱい入ってるから。それも全部じゃあ、そういうふうにできちゃうということになっちゃう、なっちゃうじゃないですか。本来は国会の解散というのは憲法六十九条で内閣不信任案が。可決したときに、内閣総辞職、もしくは衆議院の解散っていうふうになっていて。あの。 いろんな国でそのいくらでも内閣の好き勝手に好きな時にあの議会を解散できるところってイギリスが一時ちょっとそういうふうになったけどまたたそれも改めんんです、ね、ないんですすねねないよだから僕はね天皇が自らのらの地位回復をする最大のチャンスは七条解散はありえない。 内閣,の内閣の助言承認があろうがなかろうがだから内閣の言うことを聞かなきゃいけないということとは違いますからね、うん、なので憲政の浄土という言葉があるけれど、うん、近代憲法を踏み行っている国々を見よ七条解散のような、えー、その行政の支持性は絶対に許されないようになっている解散証書の署名するのを拒絶するってことねそう,そ,うそれを私の,その署名があるから できるるとといいうことになっているまるで私の責任みたいじゃないか、うん、そんなことは絶対に許さないといえば終わり。だけど多分さ、うん、思うんだけどわずかでもその可能性があったら、うん、解散少々のねその天皇にあげ,、うん、げるけど世の中にはまだ解散をする意思っていうのを伝えないんじゃねだからこれはもうあくまでフィクションの世界ですよ。意外と 断られててることがあっても本当は分かんないわけだよね逆に言うとねね本当だ、ねうん、考えたことなかった、うん、実はいやもうそんなの嫌だ特にあの、えー、上,上皇様なんかだったらその可能性あるじゃんその人今そんなのおかしいでしょっ言ってそれで憎んでるかもしれないし、うん、安倍さんとかはね、うん、でもそれは我々は知らないわけよ解散しようとしたけどあのまあ多分ありえないけど多分ありえないけど一応フィクションで言いますよあったとしても分からないわけじゃないですか、うん、我々にはね。 だからまあとにかく7条解散というのはあの一応補足しておくと7条解散は戸間チ判決というのがあってその要するに衆議院は4年の任期があるのに内閣総理大臣が勝手な理由で不信任案も出てないつまり69条が発動されてないのに勝手な理由で解散して自分たちの仕事が奪われるわけですよ衆議院議員にしても4年間あったはずなのにね。 それ,にそれに対して訴えた裁判というのがあって最高裁は統治行為論というふうに言われているけれども <laughs> 司法が判断するにはそぐわないという理由で判断を避けているんですよね <laughs> つまり、あの友果市議員の訴えは退けられているけどそれは7条解散を合法とか合憲としたんではなくて我々のだ判断にはそぐわないというふうに司法が言っただけなんでまだ司法判断は下ってないんですよ。 ということは政治および国民が決めることだってことですよ、はい、すね。ただあの司法の人事プロセス人事制度、うん、え両方を見るに統治行為論って簡単に言うのは手に余るって話なんですよう,ん、うちょっとまあ日米関係の、ね、日米安保のこととそういう天皇のこととか多いですよ、ねうんでまあ手に余る理由はねあの最も重いっていうかね最もらしいものは日米関係なんかの典型だけれどもあのこれ後でまた映画の時に話すあの 合法的であれば国益にかななううとは限らいい問題っていうのがね随所に存在するってことにまあちょっとまあ関係することではあるんだけれどもあの例えば七条解散は違憲であるっていうふうな判決を下すことによって日本が喫緊の,の事態に必要な事態あの統治行為を取れなくなって。 不利益を被つまあ簡単に言うと、国益をね、失ってしまう可能性があるような。事態を恐れるって、こういう言い方であれば、あの、これはマックスウェーバー的な枠組みから言っても。あんまりイズナブップル。まあです、まあ,あり得る。でも、でも、もしそこに対応できなくなって、不信任案が出ればいいだけのことでです。で、うん、その通りなんですよ。六、ね、条九、うん。それも含めてね、結局、それは口実で、うん、まあ、日本って何事も、な、口実なんですけれども。うん、で、だめだな、本当に、ね。で、結局、あの、そういう。 の統治公異論を持ち出してくれるようなやつしか最高裁判事になれないっていうね。まああのこれもまあ内閣のいろんな象徴での委員会と同じでね。まあ、ね、リベラルな人をこれだけ入れますみたいな雰囲気にはなってます。弁護士出身者、うん、民間出身者みたいな、ねうん、比率も少し最近変わっちゃってるんですよね,ね。だからそういう意味で言うと、もう本当にあの日本の司法は三権分立の分流のえまあその一つ一角になっているとは非常に言い難い。 状態ですね。ですよね。うん、まああの大事な点はもう一回繰り返しますけど、消費税は消費にかかる税金ではありません。うん、消費者には消費税を納める義務はありません、うんえー。消費税って呼んでる名前をつけてるのはなんちゃってで、うん、皆さんを騙すためにつけてるっていうことはまず一兆の一番地として理解しないと。 イインボイスの議論何の話してるのか全く分かんなくなっちゃう、うんうん、それが大事ですでジューマーさんがおっしゃるようにいいだくだくと政府が言うから消費税っていうふうに言い換えた、ね、同じでいいだくだくと汚染水をなんだ処理水って言い換えた,た、ね、BSE も共有病、ね、構造協議も構造障壁協議も構造協議、うん、まあまあマイにョニトがないですよそういうふうに言ったらね、うん、まあなんと言ってもセルフディフェンスフォースですからね、うん、面白いですよね軍ってて書いてあるのにタイですからね、うん タイですから。うん、そう。あの、タイって普通ユニットとかなんですよ、ね。そうですね。フォース。フォースですからねかでから。で、まあ、あの、軍じゃないから。一、うん、差二差。うん、ね。一位二位とか言ってるでしょあれ、そのままいくと軍曹とか。うん 上等兵とか出てきちゃうから、そういうの全部ダメなわけですよ。そうですね。軍がつまず使えないし、うん、大将、中将、それ言葉もなくなったでしょ。うんうん、で、同じですよね。大佐、中佐って言葉もなくなった。一佐二佐です。これも言葉で言い換える。本当に昔から変わらないなって感じですよね。うん、でもそ,それがね、まあなんかこう、うん、なんていうの、ちょっとほのぼのっていうとあれだけど、うん、まあそれくらいはまあまあくらいの雰囲気っていうのがその。 っっった時代てて僕らは知ってる,知ってるそこまでそんな目くじら立てなくてもやることちゃんとやってるから、うん、でもそ,それもあるししばらくはしょうがない戦争に負けたん、ね、だけど、うん、やっぱりそこで放置したことがここにきて、うん、特にその、まあ、例えば経済的な成長も、ねうん、その鈍化するあるいは止まったりする、うん、人口も人口ボーナスもなくなるみたいな局面を迎えた時に。 やっぱり全部バックファイアするっていうことまで我々やっぱり十分に考えてなかったですよねあのいい状況の時にそういうことをきちんと、まあ、まだ余裕がある時にそういうことをきちんとやっておかないと余裕がなくなった時にその民主的な制度の脆弱性がいろんな形で自分たちの尻に火をつけるぞっていうことを例えば年70年代80年代って十分に考えてきたかっていうと。 い例外がありました田中角栄元首相は小学校出身のしかし天才的な記憶力とデータ処理能力を持つ人でしたけれども田中首相の時に、えー、まあ吉田知らす知識にのっとって経済成長を遂げた暁並びに冷戦体制が終わった暁には、えー、まあ戦略的対別移住を卒業する時が来る。 1> で第1段階が経済成長の達成ですよね。でそれで独自の中国,中国外交と中東外交ロシアソ連もそうですね。激怒したのがキッシンジャー国務長官、うんうん。だからまあアメリカのエスタブルシュメントの激励に触れて、うん、でまあはたけば誇りはいくらでも出る状態だししかもあのね「コウちゃん」証言ね「ロッキード事件」ってまあ春菜さん呼んであれもぜひ。 あの見てほしいと思いますけど、もうびっくりするような内容ですけどもね。でもね。今、あのあの好ち証言っていうのは、あのチャーチ委員会っていうアメリカのえま商務委員会の下にある。あのフランクチャーチっていう上院議員がやってた。多国籍企業委員会でやってたものなんですよ。そのフランクチャーチのあのえ辞典じゃないや。 他人が書く場合は何て言うんだっけ自分で書く場合は自伝だけど他人が書く場合は電気とななるんじゃい電気になるのかなジェームス・ライズンというニューヨーク・タイムズのベテラン記者が書いた本がね、うん、ちょっとブラス本でやっと僕この間時間かけて読んだんですけど、うん、あのー、やっぱり出てきますよその話が。うんうん、で結局向こうにしてみれば田中角栄小玉義雄は並列なんですよ。別に優劣ないんです、まあ、田中角栄はは民間機なんです。 でもなぜか日本は、田中角栄のみが、その検察にね。吉永、吉永特捜部長以下、堀田勉。ええー、検事の下で、挙げられているのに。それについて。それがやっぱおかしいよ、おかしくることだよって、ちゃんと書いた人って、僕の知る限り、春菜さんしかいないんですよね。うん、と、後、小室直樹先生だね。うん、小室直樹先生は、検察の、要するに立身出世的特す。まあ、簡単に言うと、利己的な動機ゆえに。 あの国益を考えていた国民益を考えていた田中角栄がアメリカの意図通り刺されたね、えー、刺されてしまった、うんうん、でこれはねしあの小室垣先生によればアメリカも悪いとは言えるけどアメリカの総句として動く検察に最大の問題がある検察およびそれ,<察>それにぶら下がっている日本のメディアやエスタブリッシュメントです,よです、ね、だから。テレビグに出て小室先生は 検事を吊るせって言ったんですよね。うん、まあいろ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 あの武勇伝は聞いてますよ。うんうん、でそれであのテレビに出れなくなったって話も聞いてます。うん、ただ一般に言われてるのは田中角栄を擁護したからテレビから呼ばれなくなったって言われてますよね。いやあのいや僕はね惜しいと思いますよ。あのネットメディアがあればさ激、うん、もううちにレギュラーで出てもらえばよかったんだよ。そうしたらあの、うん、ここで僕が話したようなことを。うん 小室先生がおっしゃっていて、だから僕は今喋れているわけだけど、うんうん、マックスウェー,ワーの図式を忘れるな。うんえー、例えば国益を語る政治指導者や官僚がいたとして、うん、本当に国益のことを考えていると思うか、ありえない、ね。で、それは振る舞いによってわかるんだけど、振る舞いからわかるかどうか、分かったっていう国民が分かったって言わなきゃ、うん、残念だけど、その政治指導者は。 官僚によって放充される、放足されるということになるよっていうね。そうですね。あとマキクスウェーバーはもう官僚とはどういう動物かっていうことも詳しく書いてますからね。この図式がね、ジムさん、うん、あの政治資金規制法っていう、ね、正しいのね、うん、正しい方のこの法律の真の目的がどこにあるのかっていうことを考えろっていうね。でこれはあの元はと言えばウェーバーをした時期にして小室直樹先生がおっしゃってた。 え簡単に言うと政治家の権力をそいでその分ゼロサム的に官僚が権力を行使できるようにするそうすると権益はどどんどん,どん,どん増大し放題っていうねだから官僚と政治の間にその血生臭い権力闘争が日々その展開されてるっていう理解は日本では基本的にない,ないわけですよ。特に 自民党政権っていうのはもう完全にまあ特に岸田政権そうだけど官僚に乗っかっちゃってる政権があるってことはその間に権力闘争なんてものはもう全く今存在しないんですね現にね。だからマキス・ウェーバーがもう生きてたらびっくりですよ今の日本の状況っていうのはどうなってんだと。でもそれは最後の最後はそういう政治家を選んでるの我々じゃないですか。ややっっっぱぱりりそそれはは小学校 <laughs> 12歳だったらうういう政治家はやっぱり 選んでしまっているっていうマッカーサ、えーもマックスウェーバーもびっくりなやっぱまだ日本なんだということにならざるを得ないですよそう,ですそうなるとマックスウェーバーはね職業としての政治、うん、まあ並びに職業としての学問においてね、うん、あのゆにドイツ人の国民化が必要だ。 今はまだビスマルクという独裁的行政官でありつつ信頼できる国益を間違いなく考えているということですからしかしそれはただの事実行為なんだよ彼がたまたまそうしてくれているだけでそれにそれもいつ変わるか分からないから暴走するかもしれないですからねですよねなので時間はあまりないがその間にドイツ人の国民化のために必要なリソースを作り出していくそれが私の学問の目的だと言ったんですよね。 そのマックスのですねノーベバーさんの、うん、その気持ちはわかるけど、うん、なかなかそんな都合よく多分いかないですよね,実際はね日本の場合はじゃあその図式を当てはめると今どういうフェーズにやるのかっていうことになるんだけど、うん、あの国民化のの方方にに向向かかかかっっててないですすららねねむしろ劣まろだから今はしょうがないっていう話じゃなくて。 このまますると、どん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 、だ、だになるじゃないですか、このままだと。うん、どうしたらいいんだっていうことですけど、ね。だから、そこもね。うん、あの、マックスウェーバーは。あの、やっぱり政治家って、ロールモデルでもあるんですよね。うんうん、で、なので。単純に言うと、政治家が、さもしく、せこい奴らだらけ。っていうことが、目に見えていると。国民も。 道徳的になろうという意欲を、まあ、まあ、そういう行動取ると。持たなくなるんですよね。うん、でも、その意味で言うと、本当はマスメディアも手がかりになる。政治家のたたずまい、ええ、自立行為も非常に重要なファクターに。なるああでも、今のマスメディアじゃね。うんうん、いや、だから、マックスウェーバーがね。うん、その官僚機構、日本の官僚機構というのが非常にある意味では。まあ、狡猾でね。うん、記者クラブ制度なるものまでうまく取り込むことによって。 メディアも完全に自分たちの側につけることに成功した状況っていうのを多分想定してないんじゃないかと思うんですよね。でそうするとやっぱり世論はもう簡単にそれによってその操作されてしまうじゃないですかま,まだ残念ながらマスメディアが圧倒的なシェアを持っている現状においてはしょうがないですよねそれはね。でやっぱりマックス・ウェーバーの話っていうのはいくつかの前提条件があるけど日本は。 その前提条件の部分でもかなり欠けてるんじゃないかなと思うんですね一応憲法では表現の自由があるんですから日本本ははねね当確かに日本人は空気に負けやすいあるいは良いリーダーっていうのがほとんどいないように本当に珍しく僕も尊敬申し上げる社会心理学者の山岸俊夫さんはねそれをあまたの実験によってメカニズムを明らかにしたまず一つ。 空気に負けやすいっていうのはどういうことかというと内心熟じ,じたる思いはあったが抗えないと思った、はい、これはどういうことか彼、うん、の実験によると例えば学級ででいじめがあるるとすす今日のテーマに関係してきそうですね私はいじめが嫌だ、うん、いじめを止めたいと思うただそれを実行に移すかどうかは自分がいじめをやめようっていった時に同調してくれる仲間がどれだけいるかっていう期待値 だから自分もそのせいでいじめられる側に回る可能性もありますよね。言った瞬間。だからそれが「イエルサレムのアイヒマン」というね、うん、まあハナ・アレンドの本でアイヒマンが使った、うんうん、しかしねこれ言い訳じゃなくて本当のことを言ってると思う。うん、私がもし命令を拒否したとすれば、うんうん、私は。 処刑され別の人がその父になるだけだ一体それが何の役に立つのだ何の役にも立たないことのために私は死ぬのかこういう理屈ですよね、うん、でこれは山口さんは本質的でこれを批判することはできないっていうふうにはっきり言う。でしかし問題はね何人味方がいれば異論を言おうと思うのか。えー、おそらくこれはね 山口さん実験しておられない残念だったんだけど例えばアメリカの高校生日本の高校生っていうふうに比較したらどうだろう想像にまあ,あの想像が難しくないのは日本人はかなり味方がいないと言えない。弱いわけねそこは、ねうん、で要するに単純なことあの事故の価値を 強く持っている言い換えると、まあ、これは山本氏兵によるとあ,のある種の超越的な宗教経験が必要なんだけれど、うん、神の名指しから見られてるといるうのが、うんまあ、必要なんだけど、うん、アメリカ人であればより少ない人数が同調してくれるだけで、うん、じゃあ俺はものを言おうと味方が二人いれば十分だっていうふうに思う可能性がれないですよね。うん、もう一つこれは,これはあの山口さんの実験で明白になったこと。うんうん、このクラスに うん、素晴らしいなぜいじめはまずいと思うのかということについてあのその先生のたたずまいとかね普段やってらっしゃることへの尊敬を含めて大きな影響力を与えたとしよう、うん、その影響力の意味は何かというとクラスの人間たち変わってません同じ両親同じ倫理を持っているような人たち。うん だけどそういうい立派な先生がが来るるだけで何が変わる私が異論を言った時に同調してくれる人間が増えるだろうというふうに期待値が変わると。でこれは日本でもアメリカでも同じだこれは実験的に明らかなことなんだけれどもとするとさっきの話やっぱりリーダーが大事なんですよ。空気に抗えないい人たちが多い ね、極東国際軍事裁判、まあ、東京裁判で明らかになっただったらリーダーシップはどこにあったんだ,だリーダーシップっていうのはリーダーとしての資質っていうことの英語的な表現だけれどもリーダーとしての資質に欠けた人間たちが多すぎる、まあ、リーダーちっても何ちゃってリーダー空気を変えることができないイコールリーダーの発言によって 今までは言言ににくかった理論も言えるようになるなぜかというと味方する人間たちが増えると予想されるからだみたいなやっぱそういう存在がいないマックスウェーバーは実はそういう存在が特に過渡期近代への過渡期における国まあ数字国ですよねには必要だと考えていた、うん、でビスマルクは実はそういう存在でもあった独裁的ではあったけどうん。 もう映画に行った方がいいからこれ最後にしましまょう、うん、アメリカが、ね、日本の真珠湾攻撃を受けて、うんえー、日本に対して宣戦布告をするかどうかの、うん、今議会の採決で、うん、でがあったんですね、うん、でその時のまあ会,員会員はえ反対票1票、うん、1> その1票を投じたのがジャネット・ランキンさんですよねま女性ですよね。うん、で2001年イラク戦争 決議案これバーバラ・リー、えー、黒人の,あの議員ですけど、えー、1人だけ1票ですこれもね2人とも女性ですまず、うん、でねこれまあ実はバーバラ・リーのインタビューを僕は PBS のインタビューを随分昔見たんですけどね今の,そのショット・アイマンの話にも関わるんだけど、うん、バーバラ・リーはね1人だけで反対しても なんかこう無駄だと思わなかったかと、うん、あるいはそんなのなんか自分だけのサンドプレートーがアリバイとか言われるだろうと、うん、彼女はね議会では私一人だったかもしれないでもその私一人が反対したのを見て例えばどっかの小学校のディベートクラスをやってたらそこでも私が反対したから反対っていう人が一人か二人いるかもしれない,そそなない他のところにもいるかもしれない。<laughs> ねどっかの不警戒でもそういう意見を言う人がいるかもしれない<う>だから議会で一人だって議会で一人じゃしょうがないじゃないかじゃなくて誰かがどっかでやったっていうことになればそれは目に見えないところで必ずいろんな人たちがフォローそのさっき言ったリーダーとフォロワーという意味ではフォローしてるんだっていう,う,、ね、そ,うでそのことをバーバラリーは言っていたのを見ましたで<は>で最後に構造的な問題ちょっとだけねまあマックスウェーバーも意識していたことだけど、うん 国民のの多くの未熟で政治家だけが成熟していいるってことはあり得ない国民が未熟であればそこから成熟した政治,政治家が出てくる選ばれてくる可能性は低くなるわけです。うん、でそれしかしそれを前提とした上でねあの要するにまあ分かりやすく言うとひらめきょろめで、うん、なんて言うんだろうなそのみっともないあさましくさもしい行動をする、うんえー、普段はそういうふうに見える国民がしかしそういうね リーダーが出てくると本当は俺だってそうやってみたいと思っていたからやってやろうかなって思うかもしれないんです、うん、だからあのリーダーの役割はこのひらめきょろめあの浅ましく寂しい人間たちがあの見かけ上たくさんいるように見えるところでは非常に責任が重いんですそうだからアイヒマンもねうん。 自分が反対しても殺されるだけで別の人がそのユダヤ人大虐殺についてはそのまま予定通り行ったかもしれないでもアイヒマンという人間がそこで自分が反対したっていうことはどっかにはそれがその波及する伝わることでまず1人目がいれば2人目が出て2人目が出れば3人目が出るんで1人目が一番大変なんですけどだから私が反対したところで何もかからなかったかっていうのはっていうのは。 やっぱ僕は嘘じゃないかなと間違いじゃないかなとだからそれはジボンさんおっしゃる、うん、ビデオニュースがあってもこんなにひどくなっちゃいましたねって前僕が申し上げたらいやいやビデオニュースがあるから、うん、なかったら日本滅びてますよね <laughs> いうふうなことに繋がる、うん、そのロジックは本当に正しいと思います、うん、今この状態で持っているのはまあビデオニュースだけじゃないですもちろん、うん こういう人たちがいろいろなところで頑張ってるからまだこの状態で持ってるっていうふうになんで思えないのかといろいろやってるけど日本よくなりませんねっていうふうに言い方をする人がいるけどそれもあまりにも短絡的な見方でねうんまあそんなに簡単にはあの世の中の流れは変わ,れ変,わり変,わり変わりませんよっていうことですよね。はいちょっとじゃあ,ほあのすいままきししたけど本題にあの行きましょうことでしました まあ一応世の中でも少しは話題になっててくれていることを願いますがまず福田村事件これですね。えー、福田村事件、まあ、事件そのもののことはご存じの人もいるかもしれないですが、まあ、結局あの関東大震災のあのに朝鮮人の虐殺が大々的にあったっていうことはお聞きになった方もいるかもしれないけどこれは千葉県の福田村というところで。 まあ日本あの朝鮮人と間違えられた薬売りの行商集団しかも被差別部落を出身,者別部落の出身で自分たちのことを、うん、あの映画の中では自分たちのことを得たっていうふうに呼んでますけれども被、えー、差別部落の出身者でしかも四国から来てたんで。 ちょっと言葉が違うんですねあの日本人かどうか朝鮮人かどうか、まあ、当時韓国っていう国がないから韓国人は朝鮮人っていう言い方になるわけですけど朝鮮人かどうかをあの確認するその方法として15円50銭っていえとそうすると何かえー 50, 50戦が言えないのかなと、まあ、んかうまく言えないっていうことでああやっぱお前朝鮮人だみたいなのをやってたんだけどあの彼らはまあ言えるんだけど別にでもやっぱり鉛があるわけですよね確か四国じゃなかったっけな四国ですよって言ってなかったですよね,、うん、ねだからそ,のそ,こそこの香川県から来た、まあ、行商集団なんで、ね、それで間違えられて結局自警、まあ、団の暴走によって、えー、確か9人かな。 まあえー、と15人中9人っていう言い方をしたけど1人は妊婦だったから赤ちゃんもし、まあ、一緒にあの亡くなっちゃったということなんだけどね要するにこれはあの、えー、その朝鮮人虐殺に関して言うとですねいろんなデータがあるっちゃあるんだけど、えー、数,十数百人から6千人までいろんなその、えー、数字が出てて本当に何人死んだかわからないんですねただ吉野作造がですね。 あのあ民本主義を唱えたい人がね、うん。在日朝鮮同胞慰問会の調査をもとにして、うん、え出して打ち出した数字が二千六百十三人っていうことなんですよ。でこれってやっぱり当時あの朝鮮人がその東京を指あの金まあ東京に一万人 ちょっとしかいなかったっていう1万人前後しかいなかったって話なのでもしこれ,これが2600人ってこ関東大震災だからやっぱ東京周辺だけなんですねその別に関西の方では地震と調査関係ないですからそれってだから当時のその,そのその辺に住んでいた朝鮮人の4分の1とかがみんなその殺されちゃったっていうことでその関東大震災に関しての朝鮮人まあ虐殺問題とはちょっと違うまずこれ日本人が朝鮮人と間違って。 殺された事件であるということも一応念頭に置く必要があるんだけどちょっと政府のこの朝鮮人虐殺に関するですね僕ちょっとでも驚いたんですあの公式見解っていうのね一応松野官房長官がそれに質問をされてそれに対して一応政府としてはこういう見解だっていうのがあるんでちちょっとこちらをご覧ください9月1日で100年を迎える関東大震災の記録について伺います。 政府として、朝鮮人虐殺をどう受け止め、何を反省点としているのか、併せて現在の日本社会における在日コリアンを含むマイノリティに対するヘイトスピーチやヘイトクライムをどう捉え,ると捉えているのか、お尋ねします。お尋ねについては、政府として調査した限り、政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらないところであります。 朝鮮人虐殺をめぐっては事実そのものを否定する歴史修正主義的な言説が出回っていますけれども、政府としてあ今おっしゃった以上に、何か事実関係を調査したり、事態を明らかにする関係あ考えはあるのでしょうか先ほども申し上げましたとおり、政府として調査した限り、政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらないところでありますあの政府としては、そういう。 データを持ってないから把握しててないっていっう答えなんだけどまあいずれにしてもちょっと在日朝鮮人の,あの虐殺問題っていうのはあのまた大きな日本にとっては大きな宿題として実は今年あの100年百周年っていうんですか関東大震災100年だったんで本当はそのことをあのきちんとまあ僕らなんかもやるべきだったかもしれないけどただこの話はね宮台さんまあ今日は映画批評なので <laughs> 一応この映画として。 まずどう評価するかなんだけど、えっ、ー、と一応トレーラーをね、あのお借りしているので、えっ、ー、と雰囲気だけちょっとこちら見てください。 家族を守るべしすぐに竹を切り出せあなたはいつも見てるだけなので権力の言うことはすべて正しいのですか国を守るためにわしは死なすんか死んだらあったアイダさ、うん、てき革命を見ずして死ぬのは残念だちょっと待て十5円五十銭って言ってみろ お前は はいまあ、今のがトレーラーですけども一言最初に言てもらうとあの申し訳ないけど大物がいっぱい出てるのに非常に、まあ、これ森達也さんなんでね我々も親しい友人ですけど出来悪かったと思うけどすごく僕はいや僕の評価は最悪に近い。で森さんとその問題についても話したことが。はい あります森さんはねその一つ前に「フェイク」っていうあのドキュメンタリーやりましたはい、はい、であるいはねもう彼のドキュメンタリーの出発点は「職業欄はエスパー」っていうね、うん、23分ぐらいのドキュメンタリーそれからを買いて全て一貫して善は善、悪はは悪悪みたいなトートルジーを疑うんですよでそれだけじゃなくて「善」が実は「悪」だった「悪」が実は「善」だったみたいな。 これれよくプロパガンダでで使わるる手法ではあるししかし、まあ、あの大事ではあったりもするんだけどそれもしないんだよねよねくわからないだからそれはね鈴木邦夫さんとあ,のある時期以降の邦夫さんとよく似ていてよく,よく見るとよく見れば見るほどよくわからなくなるよくわからないっていうね。っていう観点から見るとこれってすごい単純な。 図式になっている普段はこんなにいい人がパニックになるとパラメーター次第では暴走してしまうみたいな。でこれってあのねで しかもそのいい人であるっていうことの描き方がね全て人間関係なんですよあんまり性愛関係てそれもうまくなかったしうまくなかったんだけど、うんうん、ただねこれ脚本が新井春彦さん、うん、で僕は申し訳ないんだけど新井春彦さんの脚本で良かったものってのはほとんど僕は見つけられないでそれはねあの、まあ、ちょっと図式化して言いますよちょっと荒井さんには悪いけど、うん、あの わかりやすく言うとです、ね、あの天下国家のことなんか論じる前に「性愛を知ろ」とか「性愛を考えろ」っていう図式なんですよ。でね「あのいや宮台と同じじゃないか」って「いや全然違う」あのね「性愛が善で天下国家が疑わしいあるいはもしくは悪だ」っていう発想はあまりにもつまらないステレオタイプです。例えばば、ね、文学を見れれわかるけれども あのよく言うねう、性愛は等身大なのんなことはなくて、性愛に超越を見て。だからランナーウェイ、例えばシェイクスピア16世紀。近松半次、近松門左衛門十八、十八世紀。まあ、ほとんどどの国の文化でも。あの性愛は社会を超える。社会の外に真の性愛があるっていう発想があるんですね。で、あの高橋和美。が、あの、さんあの。 花と散るっていう、ね、特攻の思想や、まあ、について書いたりそれをベースにした「蛇宗門」という小説を書いたりしてるけどあのむしろですねあの花と散る的な発想って性愛に非常に近くて性愛は内在で政治はあるいは国体は超越だみたいな話はね 文化史的には元々全く通用しないでなので普段の人間関係のなんかだけ見ると善なのにみたいな発想は非常に単純すぎるんですよね。でさっき山口敏夫さんの話を紹介したのはなぜかっていうともっと味方がいたら物を言いたいんだけど味方がいないから物が言えない。 彼って善人悪人悪どっちですかで山岸さんの答えは程度問題つまり例えばねあまりにも人数がたくさんいないと異論が言えないという場合はそいつはヘタレだっていうふうになるんだけどそれは比較の問題でねアメリカと比較すると多すぎるっていう場合にはアメリカよりもヘタレだよねってことになるんだけれど。 なんかね、いい人悪い人ずしきを使っていい人も限界状況になると悪いことをするいやそうじゃなくてあの人々が何をもって自分の支えとするかっていうその支えとなるものを見て支えとなるものがあるかないかで行動を変えるっていうのは誰でもあることででなのでねそれは善でも悪でもないんですよ。でもし森さんがイニシアチブを取って うん、この映画を撮ればこういうね人間関係よりで人の善性善なる性質を描いてにもかかわらず限界状況ではある種の錯誤によって暴走しましたみたいなそれはちょっとないや森さんにはもっとメカニズムはない。かというふうに思わけね森さんらしくない作り方ね森さんから聞いています。このの映画のね あのさっきの永、えー、山瑛太一座がね被差別部落出身者だったっていうのはまあこれ史実だからそうなんでもう別にそうとしか言いきようがないっていうことなのかもしれないけど何か映画の主題の中では意味がないし僕がまあ唯一あると思ったのは彼があそこで「じゃあ朝鮮人だったらこれしてもええんかよ」っていうのは。 やっぱりそれがそ,れそ,れそこに凝縮されているのかと思ったりもしたんだけど何かほかにそれも含めて宮さんありますか柳田国夫が、うん、あの非常に重要視していた、うん、しかしあまり皆覚えてる人,人がいない、うん、あの沖縄は差別されてきた、うん、しかし沖縄の中では差別がある、うん、だから例えばそれは宮古島差別。うん 八重山差別そして八重山の中でいうと間島差別宮古島も、まあ、沖縄って本島って意味ですけど流刑地だったし八重山群島では波照間が流刑地だった。でこの流刑地である宮古島と波照間が最も強い宗教性が残っているところでもある、まあ、そこも非常に重要な注目点なんだけどあの差別に反対している人間が。 自分が属する集団の中では差別を平気でやっているってよくあることでしょう。で、そのことをまああの示すセリフだよね。だから非差別ブラックの人たちだけがあの差別されなければいいというあの集団自己中心主義にも陥っていない。ね。だからブラックは差別しない。あ、なんじゃあの。 ブラックとつまりブラックのやつはその殺,殺さないが朝鮮人なら殺すっていうのはつまりそれがブラックのやつを殺してもいいっていうマインドと同じなんだっていう主張だからセリフとしては非常に重要だですけど映画としては全く生きてない生きていなですよね。それをを言った後にに朝鮮人人憎んでるはずの女の女突然 頭を斧で割られるからそ,<う>そこも整合しななくがちょっとあれってそれ彼今言ったのもそういう意味じゃないよみたいにこっちがあのあの助けてあげたくなっちゃうみたいなところがあるんでよ,よくちょっと分からなかったんで、まあ、それはスクリプトの問題脚本の問題かもしれないですけど、うんあのね、ちょっとその、えー、ブラック問題に関してね最近我々が取材したもので実はあのこれ、まあ、関東大震災の時の話ですけど。 今でもまだこういうことをやってるんだっていうことだけちょっとねご,あのご紹介もう手短にご紹介させてくださいっていうのはねあの今9月ですよねもうすぐ10月6月にですね実は被差別ブラック、えー、出版差し止め訴訟の、えー、控訴審判決っていうのがあっていまだにそういうものを出版しようとしてそれでブラック解放同盟から訴えられてで裁判所がそれを差し止めるっていうようなことがいまだに起きて いたんですね、で6月28日の高裁の、えー、判決っていうのは結局、まあ、要,要するに、まあえっと、ブラックその調査っていうその住所で本籍地の住所であのブラックの出身者っていうのを見極めるみたいなことをするためにそういう住所を、えー、その公表していくっていうような活動をしているところがあって。 で、それが、その差し止め、それを、それに対して差し止め請求をして。え、結局、まあ、差し止めが行われたんだけど、ただ、まあ、ちょっと、僕、法律って難しいなと思ったんだけど。原告の中に、あの、その当事者がいない件については、差し止めが行われてないんですよ。<laughs> その、げん、原告の数が、まあ、限られているか,かもしれないけど。原告が、原告、もしくは、その、親とか、えー、親戚がいる、えー、まあ、これ。 えっと、都府県なんですけどもね北海道入ってなかったので都府県都市圏だけ一応差し止めただ同時にもう一つ言っておくと差し止めてももうそのインターネット上に出回ってしまったら県とか関係ないですから <laughs> だからどれぐらい有効なのかっていうのはあるんだけど一応ねこの,あの判決が出た時にあの司法記者クラブであのブラック解放同盟の方とそれから弁護人これ指の弁護士なんですけどが会見ちょっとあのその会見のも様だけあの、えー、見てください。 全国部落調査という書籍の差し止めについては、差し止めの範囲が拡大しています、はい、1一審判決が25の特権について差し止めが認められていましたが、31の特権について差し止めが認められたということになります今回の交裁は、差別されない権利というものが、ほぼほぼ認められる内容で、 ブラック差別の過去から現実に起こっている今のブラック差別の実態を列挙されたそして差別されない権利の存在を認めたということで我々はこの部分に関わっては非常に評価もしているところでありますブラックの地名を今の時代にまとめてアウティングするこのことはいかに差別がまだ現代社会にある中で 二次被害三次被害を含めて大変な事態が起こるということで我々組織を挙げてこの「裁判闘争を取りり組んでまいりまいしたあのこの福田村は」はその「差別部落問題」をテーマにした映画ではないさっき言ったように大事なセリフはありましたけど、まあ、実際それもうまくいかせてないっていう問題もあったかもしれないけどでもねあのこの判決の中ですごく大事なのはね これ,これが今初めてっていうのが問題逆に問題だと思うんだけど憲法13条で差別されない権利っていうものをはっきりと裁判所が認めた初めての判決なんですよこれが。でその判決の中身はね人は誰しも不当な差別を受けることなく人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであってこれは法的に保護された利益というべきであるっていうことが判決文に入ってて。 えそ,そんなことを今更言わなきゃいけないっていうほどまだこ,こ,んとこの分野がだから逆に遅れてるっていうことがねあのこれ2ヶ月前6月ですからね3ヶ月前かにそういうことがまだ起きてるっていうことはちょっとこの映画の主題とは違いますけど一応あのえー えっと言っときたいなと、うん、ちょっと一言コメントするとねさっきのリチャード・ローティーは今、うん、そ,のそういう判決がどういう機能を果たすのか、うん、あるいはそれに判決に基づく法規制や何、うん、やかんやの営みが何をもたらすのかってことに注目しろってことを言ってるんですね。うんうん、でさっき言ったようにあの差別すると損だから差別しないでおこうっていう人間たちが増えていくということ、うんえー、これが何を意味するのか悪い面だけじゃないんだよいい面もある。つまり例えばこれかからら育ち上がっていく子どもたちから見るとね そクラス中に差別する営みを見ればあな差別してもいいんだっていうふうに、えー、学んでいってしまう可能性がある,逆もあるわの、ね、で、まあ、大人たちがねただの損得感情ポジション取りのために差別をしないのであるにしてもあるい小さい苦悩から見れば差別をしてもいいんだっていうふうには見えないから、うん、その意味で言えばあの次,世次世代形成っていう意味でいい機能を 私その子たちはなもう内面から差別を憎むようになる可能性あるわけだはね。あるが、うん、それが高いかどうかについては彼は疑念を持っていて、うん、じゃあどうすればいいのかっていうと次世代の子どもたちは怒りを抱くようにするつまり日本でいう「混合教育」に近いカテゴリーを超えて遊ぶ友,友達が差別されればそうなる。ってやつだだね奮劇するだから性別 年齢民族宗教を取り混ぜて団子になって黒光りした戦闘状態で遊ぶような経験があれば、えー、人はカテゴリーを超えてつながるつながるっていうか,か,か、うん、それが当たり前のある自分の親友が差別されたり自分の彼女が差別されたら怒る,怒る本当に怒るからね。<る>うん、その内側から湧き上がる、うん、怒りの感情が生じる。ね、差差別別はいいいけななかから差別しないとか、うん あまりにも弱いいな理屈じゃないってことだよねねそうなんですだからその理屈を超えるものは現にカテゴリーを超えた絆を自分は持っていると、うん、その絆を結んでいる仲間をまぶだちを「うん、お前腐すのかごらん」っていうふうにそうだよね怒り浸透に発する状態が本当の反差別だよってことですね。でリチャード・ローティーはそう言ってます。うん なるほどあの確かにその脚本としてね、うん、まあなんかいろんな伏線を置いてくるんだけどもうなんかねいつ暴走が始まるのかをなんか秒読みしてるカウントダウンしてるかのような,なんかねもうあのすごいこう何て言うんですかね。うんうん、で,そのでね、まあ、一応あのすごい、うん、こんなあの、まあ、言い方はあれですけど大物がいっぱい出てるわけですよ。 ね大物と言っていいかどうか分からないけど有名な人がいっぱい出てるわけですよ柄本明とかねピエレタキとかねまあこのねこの辺みんなもうね有名どころじゃないですかでその割にはなんかこう全然何て言うのかなそれが聞いてないっていうかね柄本明なんてなんか随分早い段階で死んじゃうんだけどあれって何か物いいいなくてもです全くいなくたって。 とししてても映画に差し支えなくなってなくっい、うんうん、でもその江本明はそういうふうに使うってちょっとなんか失礼です、うん、それからピエール滝だ,だってね <laughs> せっかくピエール滝を使ってるのになんか新聞社の編集長かなんかなんだけど全然生きてないですよね <laughs> 僕はそう思ったんですけどでもね、うん、生かす手はあった、うん、であの、まあ、女新聞記者が出るよね、はい、るで私が会社に入る時はあなたはとても立派なことを言っていたと。うんうん まあ簡単に言うとですね、その命を張っても社会の暴走を止めたりするような役割なんだよ。うん、長いものに巻かれたっていうような実現になってるよね。ねうん、で、それが、今のあなたは何だ。っていうふうに言う。あ、これは結構重要なポイントでね。うんうん、別に人格が変わったわけじゃないよ。もともとそういうやつだったんだよ。ね。で、じゃあ、それはどういう人格なのか。つまり。さっき言った山岸敏夫さんが、考える人間のあり方っていうのは。 ピエル・タののよううななものなんんでですねパラメーー次第で言うことが変わるんですよ。で、それは悪人だから善人だからって二を図式じゃなくてパラメータの値が同調してくる人間がどれぐらいだったら物を言えるのかっていう程度問題でそんなものを善人と悪人に分けるとかってありえないんだけど映画の演出ではねピエール・タキはなんかもう悪人なんだよ。そうだね 葛藤がありにも見えなかったね。そうなんですよ。うん、だからこれは残念だけど、やっぱ森さんの演出とは思えない。うん、でも全然そこにあのサイエンティフィックな眼差しがない。うん、あの、うん、もう一つね、一応、うん、結局ね、何を描いたのかっていうのが実は最後までその見終わった後も分からなかったんだけどね。うん、そのなんでそんなことを言うかっていうとね、やっぱりまあ福田村事件も含めて。 関東大震災の,そのまあ混乱の中に虐殺が起きたっていうことは歴史的にとっても重要な出来事でいろんなことを我々はそこからまあ教訓をとして学ばなきゃいけない国会だって詳細に調べたねいっぱいそこを考えなきゃいけないところなのにこの映画がねまあ映画としてできてそれが消化不良だったりするとそのすごい大事なテーマなのに。 それほどなんかその,そのそれが大事なテーマじゃなくなっちゃう,いう可能性があるじゃないですかだからやっぱり逆に言うとあの特に史実,、まあ、史実に基づいてなくてもなるけどやっぱり映画を作るとかね本を書くとか、まあ、何かを発表するっていうのは実は半端なものを発表するんだったら。 ね、やらないほうがいいみたいな、ちょっと乱暴に言っちゃえば、と,ところもあって、責任重いですよね、これって。めちゃくちゃ重いで。で、すだとしたら、まあ、それを前提にして、宮内さん、これってね、福田村事件は、これ。結局、何を描いてたと思います。つまり、ね、まあ、あの、言いたいのは、この、さっきのここ。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えーと、永山瑛太がね、その。行商の集団の、まあ、親方みっていうか、うん、親分みたいになってたでしょ、うん、で、まあ、あの、彼らは、その、自分たちが被差別。 ブラックの出身であってそこで差別されてるっていうことも日々痛感しながら生きてるのですね。その大事なこと。水平者宣言を心の支えとして。支えとしてだところね。はい、だからまあっていういう時代の人たちだったの、うん、であのまあ朝鮮人と間違えられて、うん、まあなんか囲まれた時に結局まあそのこの夫妻がね。えー まあちょっと田中玲奈がその役だったのがどうかっていうちょっとまた議論はあるけどまあまあちょっと僕は大事だと思うけどでもまあ夫婦がやってきて「この人たちは日本人よ」って言ってくれたので一瞬ちょっと収まりかけた時に彼がね,ね「朝鮮人だったら殺してもええんかい」っていうまあ大事なセリフを書くわけですねでも彼らは日本人ではあるけど日本の中では差別されてる人たちだっていうことなんでそういう発言になったっていうことなんだろうけど。 したら、なんか、まあ、突然朝鮮人に自分の夫を、もしかしたら、本所の方で殺されたかもしれないということで、心配してた後で、そのと帰ってくるんだけど。その女の人が、突然斧で彼を最初に一撃をやってしまって、そこからもう暴走が始まる。だと,とすると、これ、何が描かれてるってことになるんですか。つまり、ご都合主義的な展開すぎるっていうことだよね。よくわからない、くなっちゃったんですよ、そこで。あの。 つまりこの映画ははっきりと失敗作で僕は本当に腰が抜けたというか膝の力が抜けました長かかったらね。ちょっと申し訳ない長すぎる <laughs>、うん、う少なくとも前半の人間模様を描く荒井晴彦流のところは3分の1以下にしてほしかった、うんうん、でそうしないとこの映画のつまり多くの人が長すぎるって実際言っている。 つまり後半に後半の3分の1にテーマが集約されているように見えるがだったら前半の3分の2は何で生きてないんですよねそれが、ね。全然生きてない。あの江本さんのところっていうのがあれどういうふうに後につながっているのか今一つ僕は分からないんだけど。なのでこれをやっぱりねあのやっぱり、うん、僕は森さんのせいにはしたくないです。うん、ただ全体として統合されていない。 何を描こうとするのかっていうことについての合意が脚本家と監督の間で撮れていないっていなう感じがしますもし森さんが主導権を取っていたらどういう映画を撮るのかっていうことは僕は想像できます。でそれは今回の作品よりももっともっといいものになります。 まあ実際に森さんと話したの下村荒井さんとの映画についてねそ,、うん、まあそれを前提に今話されてるっていうことなんですねちょっとそういう辛口の,の批評もありますがあの一応この映画自体はですね、えー、と今も渋谷では「ユーロスペース」「テアトル新宿」 えー、池池袋袋のシネリーブルこれもこれでこのちょっと福田村はもう終わりにしたい他にもまだ3つくらい3つ4つあるからあのね今アメリカのカリフォルニア州で面白い議論が起きてるんですよ。アメリカのカリフォルニア州の上院がある法律を通したまだ知事が署名してないんですけどあのカースト制度インドのあるじゃないですか。 カーストに基づく差別を禁止する法律っていうの、でそれは何かというと、カリフォルニアシリコンバレーがあってインド人ヒンズー教徒がすごく増えたんですよね。でね、なんとなんと最初のこのインド人で留学してくる人たちっていうのはみんなアッパーカーストの人が多かったんですよ。でもインドもそのカーストを廃止してですね、あのクォータとか導入して。 そのローアカーストの人たちも大学に入れなきゃいけないとかっていうのが進んだために今アメリカにはアッパーカーストのもともといるインド人とローアカーストから来た新しく来ているインド人特に技術屋の若い人に多いんだってその人たちが例えばインド人が大家さんの家に入ろうとするとローアカーストだからって理由で断られたりするケースが実際に出てきている。でねそこで議論は面白いんです。 だからカーストって言葉が法律にアメリカカに入,る入ってるんですよでで、ね、カーストに基づく差別がダメだめだということを法律を上院が通したらい,いろんな人たちがそれに反対している一,一つはアッパーカーストの人たちは、まあまあ、当然の理由で反対するわけですよ差別したいからですよね前の話がねだけど今の宮根さんの話に関係してくるそもそもカーストという概念がアメリカにはないわけですよもともとむしろそういうものが嫌でアメリカにみんな来てるわけじゃないですか でも突然カーストの,の差別を禁止するってなった瞬間にアメリカのイン,、まあ、インド人コミュニティだけじゃないですけど特にヒンズー教のコミュニティなんですねカースト制度があるのがねネパールとかも含めてねカーストをアメリカの法体系に持ち込むっていうことのリスクを考えたことがあるのかとで例えばね自分がアッパーカーストの出身で大学の教授だとする。 で誰かを教授に引き上げるって時にインド人のやつがローアーカーストだとするんですよ実に。で彼は能力的にやっぱ無理だと思ってノーって言ったら間違いなく訴えられるわけですよ自分がローアーカーストだからあの教授がアッパーカーストなんで自分をカーストを理由にして教授にしなかったって訴えられた時にその法律があるとやばいわけなんですよだからつまり変なものを持ち込むな アメリカにっってていう議論があでも多分これ署名するだろうって言われてるんだけどあの要するにまさに差別なんだけどアメリカにそのインド人が増えた結果ですねそれをアメリカの法体系の中にも入れるべきかそのむしろ入れることがむしろカーストという概念をアメリカの法体系に持ち込むことにつながるんでやるべきじゃない、まあ、法体系と。でね、うん、実はカーストによる差別っていうのは要するに差別自体が禁止されてるんで。 なんでカーストのスペシフィックにそれを言う必要があるんだって議論も一方であるわけなんですね。であのセクシャルオリエンテーションそれからもちろん性別とか人種の差別はダメなんですよ基本的にね。だけどカーストっていうのは明,明示されたものがないでそれを作,作ることがカルフォルニアにも始まろうとして要するにインド人がこれから世界にどんどん広がっていくとですねもともとインドが歴史的に持っているそういう、まあ、あ,のある種負の,の背景が。 ええ、いろんなところでもしかすると問題化する可能性があるっていう意味で、ちょっと実は法律学者ないアメリカでですけどね、注目されてるっていうことがあるんですが、なんか今の話聞いて、アバウンジブアクションの話をね、うん、これした時と、ね、構造的には同じ問題でね、そうですねあのどっちにしろすごい難しいです。難しいですね。つまり女だから採用されたというふうに。うん 約貫で実力で採用された人間をディスる本当は実力なんかないのに要するにクォーターされたんだろうみたいなまあだからクロレンス・トーマスがね黒人だからって言われるのが嫌だからクォーターはあのアファーティブアクションはダメだって言ってるのって似てますよねなのであの差別意識が存在するところではあのどっち方向にもつまりアファーマティブな方向で制度を作る場合にも でまあ、あの差別は行きませんカースト差別は行きませんっていう場合にも、うん、あのそういう波及効果は必ず生じてしまうんですね。だから今ジムさんおっしゃったのはねあの悪いことはやめましょうっていうふうに、うん、禁じるだけで社会が良くなるわけではないっていう、ね、非常に古典的な、うん。 問題なんですよねしかもあのヒンズー教の教義に基づいてたりするっていう厄介な問題もあるんですね,ねカーストについてはね。なのでそもそも宗教的な世界観の違いがあるにもかかわらず、ね、単に平等を押し付けるっていうのはどういうことなのっていうねあ,の、まあ、ある種のもともとの宗教的な 長い間やってきた生活をキャンセルするキャンセルカルチャーの一種かっていうね、えー、批判が必ず出てきてしまうんですよね。でなので法律だけで何かできるというふうに思うなっていう、えー、ローティの発想はやっぱりすごい大事で法律ができたんだけど本当は差別感情があるから、ね、女だからっていうことでねあのアファーマティブに取り立てられたんだろう。 というここのの感情の背後にはやはやり差別があるよね残念なことだけど、ね、でそういう問題とはさらにまた別の問題もあってあのまあ近頃亡くなったね「あのまあ近代の奈落」っていう本で20年ぐらい前に久々部落出身だってことをカミングアウトされた宮崎学さんがおっしゃったあの書いた「近代の奈落」って本があって実はその前に彼と僕の間で実はディスカッションが。 あってそのディスカッションは僕は奈良の解放同盟でお話をしたことにも関係してるんだけど僕はまあ一般ピープルにはもう共同性はなくなった知恵も家族縁もむっちゃくちゃそれでいうとあの部落の方々には差別されているからだから法を頼れない分掟を頼るっていうことでねそういう関係性が残っている。 なので差別されれないこれは大事ですしかし一般ピープルのようになることそれがいいということではない一般ピープル扱いされて一般ピープルに馴染んでしまうことでまずいこともあると思います。まあ当時の奈良の解放同盟のねあのトップの方といやもともと 宮台さんは「ブラックの美風」っておっしゃったけど結局宮台さんも分かってらっしゃるようにそうせんと生きられんから法ではなくて掟を頼ってるだけや。だから一般ピープル化するっていうことは法で守られるっていうことだから掟に負荷をかける必要がないのでまあどの道そういうふうになるっていうことやってねでいいとこ取りはできない。差別は いかんその結果絆はなくなる仕方ないみたいな感じで僕は違うと思うっていうふうに宮崎さんに申し上げた宮崎さんはまあ自分俺は墓落やけど俺は違うと思うとで結局近代七六ではどう書いたかっていうと差別はいかん差別には抵抗するしかしそのクな一般ピープルになるのもいかん だからそれはもう差別がなくなる以上のしょうがない副作用として一般 PPP 的に崩かせるっていうことを受け入れるってことはあっちゃだめでは残すそれを自覚的にまあ共同体的な自覚ですけれども展開できるかどうかっていうことがすごい大事で,でそうしないともともとブラック解放運動って何だったのか。 水平者宣言もそうだけどこれは平等への主張であると同時にねやっぱり弱き者の支え合いの思想でもあるんですよ、うんまあ、映画の中ともと後に暴力団と言われるようになるヤクザの人たちだってもともと在日の方が被差別部落の方がであるいはあの二滴ですね交番労働者の方が全部差別される人たちが法に守,守ってもらえないから。 相互扶助的団体として起きて集団を作ったっていうねこのことがあるでそれは本当に悪い面もある悪い面本当に守られないで差別されるだから仕方なく起きて集団を作った本当に良くない面もあるけどもう起きてがどんどんなくなって人が寂しく死んでいく時代にねつまりパラメータ変わったんですよ差別はいかん間違いないそれはでもやっぱ空っぽもダメでしょ 傷がなくなるとどうなるかっていうと何かっていうと法を持ち出して「違、うんじゃないか違んじゃないか」いじゃないかっていうね、まあ、順法中が出てくるんだけど、うん、これは非常になさげなくてそれ自体が社会の劣化そのものじゃないですか。うん、でなので単に撤廃を唱えていれとい,い,い,いうのは同じ差別部落の中の方々の意見の違いとしても、うん、あるいは沖縄の問題もそうだよね。うん 核抜き本土並み核抜きは必要だと思うけど、本土並みはどうなんだろう。本土並みって。差別されないっていう意味ではいいかもしれないけど。本土と同じようにクズになる。ナイツの人間、まあ、人間集団と同じように。空っぽになるということだったら。それはやめた方がいいんじゃない。っていうことですよね。まあ当然だよね。沖縄を見捨てても平気な人たちが本棚見すぎだからねそ。そうなんです。<laughs> だからね。 あのブラックのカテゴリーもそうだし沖縄のカテゴリーもそうだけど宮崎さんも近代の中で書いていたように忘れることがいいのではないと思うカテゴリーを見ていても差別されないそれもできれば罰があるので差別しないっていう人たちが増えるってことじゃなくてカテゴリーがあってもだからどうした俺の場合に対する感情はまた変わらんってこういうやつを増やすしかないよね。 まあ、そういうことなんだろうね。うん、まあ、えっと、まあ、福田村については、そんなところです。うん、まあ、福田村は、今、あの、そんなわけで、上映中で、まあ、宮台さんの、あの、この辛口批評を聞いて。見てみようと思うかどうか、ちょっと、あれで、であんまり宣伝にならなかったら、申し訳ないですけど。えー、ただ、でも、僕は、森さんの名誉を守りたい。うん、映画はひどかった。うん、でも、森さんの本意ではないと。思う、うんうん まあちょっとそのうちまた近々森さんにも話番組来てもらって話、まあ、この映画の話かどうかはともかくとしてね一回話聞けたらいいですね僕は森達也がその普通の劇の映画を作る作って初,初作品だって聞いたから、まあ、ある意味ではこう非常に期待に胸を膨らませながら行ったんだけど最初はええー、と思ったんだけど宮さんが話聞いてああ森さんが必ずしも全部自分でコントロールできてないような事情があったんだっていうふうにまあ聞いてちょっと。 ホッとしているようなところもあるんですけどまあそれは、まあ、あの,あの大人の事情なんでアナイチームに入ったのかってもいろいろ聞いてますけどあそれも映画を見るのにあんまり役立たないんでそう,、ねそうね、言いません うん、だからあの映画の興行主の方にとってはあんまり宣伝的なところにならなかったらごめんなさいでもまあ,あのそういうことをする目的じゃないんで,で、ね、プロモーションの目的じゃないんででもよく言うことだけど、うん、いや批判される映画を見に行かないっていうのはよくなくてそうですよね自分でこの目で見てみないとて欲しいんだよ本当にただ意外となんだ宮台の言ってること違うじゃないかと思うかもしれないそ,<う>それはそれでいいわけだんね、うん うん、あともっとそれでも生ぬるいっていう思う人もいるかもしれないよ、うん、宮台さんあれなんだかんだ言ってずいぶん優しく言ってるよなぐらいの思う人もいるかもしれないあ,ありますよだって森さんの映画だからね。ね本当はもっと言いたいところはある。まあそんなところで、えー、っとじゃあこれは一旦あの横に置きますね。でねちょっとい一本だけあのこれ宮台さん実はあの見,て見ていただけなかったんであの簡単に紹介だけしてでちょっとこうあの一旦休憩入れて後半にいきます。これね 今これ公開中の映画なんです。で、これ、宮崎さん、でもね、番組用じゃなくても、ぜひ見てほしいんですあの。見に行きます、間違いないこれはね本当に時間なくても、本当に申し訳なかったですまあ本当にね、これはね、うんあの、衝撃的な、これもね、本当に衝撃的な、1時間ちょっとの短い映画で、それこそさっきのが、なんだ、あんな長いんだって言ったけど、まあで、場所もほぼ部屋の中だけなんです。でしかも実はでです、ね、実はなんですね,でね、うん これはもう主演の,この役者の,です、ねそのえーまあ、フランキー・フェイソンというその主演役の方のです、ねまあ、演技力がほぼすべてなんだけどでもこれも実はさっきの福田村と、まあ、共通していることがか見えないので最後ちょっと意見聞きたいんだけどねあ,のある種のパラノイアがどういう行動を招くかという話でちょっとあのトレーラーがあるということなのでこちらをご覧ください。 Mr. Chamberlain, this is Candace Wade, Lifeguard Medical Alerts. This line is being recorded. We just received an activation from your pendant. Do you have an emergency? Hello, White Plains Police. Uh, our dispatch received a medical alert call. Possible emergency. It's five o'clock in the morning. Can you, uh, can you open the door for us? I got a bad heart, and I want to go to sleep. The fucker was in the Marines. Bluebelly Lab in the kitchen? Light won't open the door? Open the door right now. But if you continue not listening to us, we're going to have to use force to get what we need. Coming into my home. You're gonna find yourself on Stubborn Cocoa Puff, huh? I'm oh, police. I have to break down my door. Help me! This is a crime! I don't give a fuck, you fucking nigger! Killing of Kenneth Chamberlain. あのまあ、これね本当にあに部屋の中だけであのもうドア越しに警察官とやり取りするんだけどい,いくつか重要な点一つは彼があの双極性、えー、精神疾患をや、ねうんでもね、うん、あんまりその彼の行動にその,そ,のその精神疾患ゆえの異常行動っていうのはあんまり見られないんです。でむしろ あの外ににいる警官の方にそれが見れるただねさっきの福田村とあの並べて僕っ紹介だけしたいと思ったのは、まあ、福田村ってもともと福田村にかかあの関わらず朝鮮人虐殺っていうのは普段日本人がその、まあ、韓国の併合などとにかく朝鮮人に対してひどいことをやってきてるって日本人はもうみんな分かってるわけですよ、まあ、いじめてるしあのアビウスしてきてると。だかららこういうい時に彼らが 団結して立ち向かってくるんじゃないか？っていう恐怖感があったわけですよね。まあ、罪悪感に根ざした恐怖感があったで、これはもう完全に。彼はドア越しに見たら白人警官が3人いるわけですよ。で、あの元々その彼は心臓疾患を持ってたから間違ってその警告のあれが作動しちゃってで。 その自動的にあの見,まま見,、ま、見ま回りっていうか見回りっていうんですかその警察か消防がどっちかが来るんでたまたま警察が来ちゃったとであれホワイトプレーンズってニューヨークの郊外の高級住宅街なんですけど一部だけやっぱそういう黒人の人たちが住んでるような低所得層の地域があってそこのアパートなんですね。でだから白人たちはど黒人なんていうのはもう犯罪黒人のアパートなんて犯罪の巣窟みたいなのを持ってるわけね。で その白人警官は黒人はもう絶対なんか犯罪,見て犯罪をやってるに違いないその黒人の彼は白人警官なんて開けた瞬間にどんな暴力を振られるかもわからないでそこの相互不信で扉開けろ開けるね開けないっていうことだけでだんだんこっちがエスカレートしてきちゃうわけ開けろっていうのは開けないっていうねで警察官だからだからでも令状は何も持ってないんですよ。で結局最後開けた時にそのまんま犯罪事務にしたら一番暴走する、まあ、ちょっと白人さっき あのニガーって言葉を使ってたもう一番その白人しあの差、まあ、要するに人種差別主義者みたいな警官が一人が撃っちゃうで,そので実際に死んじゃうんですね。でねちょっとこれだけ見ていただくとあのこれがまあその一連のものの中では結構この一番上にあるキャネツ・チェンバレンさんの今の事件ですねニューヨーク州これホワイトプラインズで,でその後有名なのがこれあのジョージ・フロイドさんの。 ね、I breathe っていう、ね、息ができないって、まあ、首とこ膝で押さえつけられて死んじゃったんだけどでこの辺は基本的に全部規則なんですよずっと警察官の,その殺人っていうのはまあ正当防衛だろうなんだのいろんなのがついてねでやっとこの辺に来てからまあちょっとその警察官が罪に問われるようになってきたんだけど、まあ、これはアメリカでは白人警察官が黒人を そのえーまあ、罪のない黒人を殺してしまうというケースというのが一つそれから精神疾患という意味で、ね、これも一つ紹介しておきましょう。このこの監督さんん自自身が自閉症の人なんですね、うん、であのこれが2作目なんですけど1作目もやっぱりその精神疾患を使ったテーマを作っている、まあ、モーガン・フリーマンが「葬式」っていうことですごい名前はモーガン・フリーマンの名前がこうやって出るんですけど、えー、監督さん自身がその自分でそのまあ あの心の病を抱えてる人で,でそれがまあ監督というような作品で、まあ、一応あのさっきの,あのすごい主役こんな人僕全然知らなかったあの有名じゃないんですよ決して彼は主,主演の彼はフランキー・フェイソンっていう人なんですけどいやもう圧倒的な演技力だったと思いますが、えーまあえー、彼がそういうあの、えー、部屋の中に閉じこもってド,ドアを開,開,開けないで戦,戦ってしまった。 えーまあ、あの黒人の老人という役をやってます。でこの映画は、えー、と今東京ではヒューマントラストシネマ渋谷新宿シネマ借りてただね一日にね1回とか2回しか上映してないので調べていかないとちょっとあの、えー、そこで行けばあの必ず何回もやってるっていう感じではないので調べていっていただく必要がありますけど。あの 1>, 1時間,でこんな1時間の,あの部屋の中だけの撮影でこんなものが描けるんだっていうちょっとあの圧倒される映画でした。あとはそのさっき言ったその相手に対する不信感が結局殺しにまで行っちゃったっていう意味ではそのさっきの福田村というかそのあの関東大震災の時の,あの朝鮮人大量,大量殺戮とですね あのちょっと、まあ、あの底辺でつながってる定流でつながってるのかなと思ったりもしたんだけどなんかまあ見てないこと前提で宮根さん,なんかありますこの映画については、うん、あの実は今日ね新宿シネマ借りて見ようと思ったら、うん、昨日の時間帯ともう全然違う時間帯が日によって,てう違う,そうなんですよ、ね、あのもうあの要するに収束期になるとそういうふうになっちゃうんですね。うん、で残念見られなかったんですけど予告編の雰囲気とジさんの説明で大体分かりますが、うんうん、でここでね いわゆる差別っていうのはあのカテゴリーにステレオタイプを結びつけて、うんえー、まあいわゆる尊敬しすぎることもその意味では差別になるんだけれど、うん、ううカテゴリーとステレオタイプを結びつけてその人を見ない状態が差別なんですよね。うんうん、一般にはいいわゆるあの、まあ、ディスリスリペクトというか あのなんの俺よりした。俺たちよりも下っていうふうにあの下の方に見る方が黒人というカテゴリーとか、ね、朝鮮人というカテゴリーう、ね、そうでね、うん、その差別の中に黒人を殺していいっていうふうな感覚が入っている場合ももちろんあります、うんうんね、でもあの問題はつまり本当に問題の、ね、中核を抑えるためにはあの差別はしてはいけないと習ったし、うん、差別をしたら罰せられるってことも知っているっていう、うん、その意味で ある種差別教育あるいは差別に反差別的な制度を前提にした育ち方をしてた人がいたとしてでしかし内面に偏見がまあステレオタイプが残っていてあるいはそういうものが残っているがゆえの行動言動っていうのを時より見たりするがゆえの相互不信みたいなのがあるとするとパラメーター次第でジムさんがおっしゃったような ありえないうエスカレーションがのですよね,よねでこれは個人の被害妄想とは違っていてある種集団的なエスカレーションということだと思いますけれどもその意味で言うともちろん差別はまずいんだけれどあの差別が直接というよりも差別によって生じる集団力学であのとんでもないあのエクストリームな事柄が起こってしまう可能性があるんだっていうふうに あの僕は理解すするんですよね特にね描かれ方の中で特徴的だったのはね、うん、まあ最初はみんなもう熱くなったんですよ扉開けないから、うんうん、でも一人がその中でも突出して熱くなって差別用語なんかも連発するようになった、うん、でだんだん他の人たちはそれによってまず一人イタリア系の,あの人がもうやめようって言い出すんですね。でもう1人そのボスももうう人ボス 腰が引けてるんだけどそいいつを止められないんですよだからみんなでなんかこう盛り上がっちゃっていったっていうよりも結局最初みんなで行ってる中で一人がその暴走するのに他の人間が止められない状況になってそいつがそのまさか撃つとは思ってない状況で撃っちゃったっていう感じが描かれてるんですだからその集団でじゃなくて実は最後一人なんですよやった人間が。うん なんか痛いねその話は、ね、で例えば今僕の少ない材料である仮説を立てたけれどもあの例えば黒人の家に、えー、まあ最終的に押し入ってしまうことになった警官たちは、まあ、白人が多いわけだけれどもでこの事件がベースになって そのエクストリームなやつが一匹いるおかげで、えー、そのことも非常に問題なんだけどいるってこと自体がねあのやっぱり白人はみんな差別感情を持っているというようなことになる可能性がありますよね,ねだから問題やっぱすごい難しい問題なんだろうと思うあの現場ではねじゃあなんで止められなかったのか。 えー、そこはははねねやっぱり差別とと無縁ででないと思い思ますよ、うん、でも、ね、あとね、うん、僕は実はさっきの「福田村で」で、うん、あんまり演技はうまくなかったけどあの水道橋博士がやたらこう制服とか軍の権威をこう借りてこう高圧的な体度取るじゃないですかちょっと芝居はあんまり演技はうまくなかったけどね。警察官だから警察が開けろって言ってるのに開けない黒人かどうかっていうことと。 必ずしも関係なく言うことを聞かないやつは、ね、あの誰がボスか見せてやろうっていうセリフが何度も出るんですよ。つまり俺らが警察官でユニフォーム着てて言ってんのにしかもこっちは銃持ってんだぜと合法的に銃撃てる権利持ってるんだぜそれが言ってんのに言うことを聞かないやつなんてなんてやろうだっていうのが作動してまあすごい極端に言っちゃえば。 開けなかったのが白人じゃなあの黒人じゃなかったとしてももしかしたら同じ結果になったかもしれないっていうね,うねあのっていうようなあの面もあるんだけどでもそれがたまたま黒人だと。 もう人種差別の犯罪になっちゃうっていうところがあって磨か,かれ方としてはどうもあの警察官であるっていうこと白人だからっていうのい警察官であるっていうこともあるかなって思ったので、まあ、ちょっと宮田さん一回見てみてあのもし来週以降それで話す機会があったらちょっとその反応をじゃ教えてくださいまあこれはちょっと今日はねそんなところまでにしておきましょうでね、えー、とじゃあっ、えー、と一旦休憩入れて後半なんですけどねえっ、ー、と 宮内さんにねここれれやっっぱどうしてもこれは語ってももは語らわななきゃいけないけでもね結構すごい映画なんですよ実を言うと私も見てあの私も2回見たんですけどでねこれはねもう最後ちょっとちょこっとしたあのネタだけちょっと話しますなのでちょっと後半この2つただこれをメインでやりたいと思いますのでちょっと一旦ここでじゃあ前半あの休憩やっります。